ので、本年もビジョン21は世の中にアンテナを張り、これは見過ごせないぞと感じたことを皆様と共に口うるさく物申して参る所存であります。よろしくお願いいたします。2019年の幕開けは講師に植草和秀さんをお迎えし、消費増税は誰のため、消費税 10% をぶった切ると題しましてお話を伺いたいと思います。申し遅れました。本日進行役を務めます土井と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめにビジョン21代表安田節子より皆様に一言ご挨拶申し上げます。経済の問題と言いますと、私たちにとっては、なかなか理解しがたい難しい分野で、私も長らく消費者運動してまいりましたけれども、経済っていうともうブラックボックスで、それが正しいことなのか数字なのかどうかもなかなか理解しがたいことです。で、この国民の経済問題に対する、理解があまり深くないというところをですね、国家権力あるいは財務省が、それをいいことにですね、私たちを嘘をついて騙し続けてきているということが、分かってきました。で、私たちが今後も、この嘘に騙され続けることがないように、今日は、経済問題で、そして政治経済問題では、第一人者でいらっしゃる植草先生をお迎えすることができました。今日私配布されている資料をちょっと事前に拝見したんですが、この小さな白い冊子、これをご覧になりますと本当のことが書いてあるんですね。ですから皆様ぜひこれを、教材として経済、今消費税を増税していくというこの財務省の狙いがどこにあるのか、私たちはどういうふうにしていったらいいのかということが本当によくわかります。今日販売される国家演出も嘘をつくと、それから配布されました、これからご説明いただくレジュメ、そしてこの小さな白い冊子、これを、お家に帰られましたらぜひじっくり目を通していただければと思います。今日は最高の教材をいただけたと思います。では最後まで、ぜひご講演を聞いてください。よろしくお願いいたします。植草和秀さんをご紹介いたします。東京大学経済学部を卒業後、大蔵省財政金融研究所研究官、京都大学助教授、スタンフォード大学フーバー研究所客員フェロー、ドグラ総研首席エコノミスト、早稲田大学大学院教授などを経て、現在スリーネーションズリサーチ株式会社代表取締役、またオールジャパン平和と共生運営委員でいらっしゃいます。金融市場の最前線でエコノミストとして活躍の後、金融論、経済政策論および政治経済学の研究に移行、政治ブログおよびメルマガ植草和秀の知られざる真実は多数の読者を獲得しています。ご著書も大変多く、最新刊には日本を直撃する複合崩壊の正体、国家はいつも嘘をつく、日本国民を欺く旧のペテンなどがあります。では植草さん、よろしくお願いいたします。今日は皆様方の普段の心がけが大変良いからだと思いますけれども、大変良い天気に恵まれまして、私も2度目でありますけれども、ビジョン21の講演会にお招きいただきましてありがとうございます。安田先生には前回のこのビジョン21の講演会の時にお声かけいただきまして、ご縁を賜りました。それ以来本当に素晴らしいご指導をずっと賜っておりまして、誠にありがとうございます。今オールジャパン平和と共生という、市民運動をしております。2015年に立ち上げたものですけれども、日本の政治が、戦争と弱肉強食、こういう方向に進んでしまっていると、こういう現状認識に立ちまして、この日本の政治社会を、平和と共生と
こういう方向に変えていこうと、私たちだけでは力不足なんですけれども、主権者が手を携えて連帯すれば大きな変革も可能だということで2015年から活動をしております。その中で安田先生にも顧問そして運営員としてご指導いただいております。この3月2日に東京の神保町にあります日本教育会館一橋ホールという800人入れるホールがございますけれども、こちらで今年の政治決戦に向けまして早期期集会午後1時半から4時とこのビジョン21の講演会と同じ時間帯でございますけれども予定をしておりますので、これ土曜日になりますけれどもぜひお運びいただければと思います。松山幸男元首相、それから原中克行元日本医師会の会長、さらに山田雅人元農林水産大臣など20人ほど顧問として、ご指導いただいておりまして運動を進めております。で今年からは新たにガーベラ運動というものを展開しようということを今考えております。ガーベラという花は皆様もご存知かと思いますが、とても、明るく可愛らしいお花でございますけれども、色とりどりのガーベラという花があります。でこのガーベラには、希望とか前進とか挑戦、特に赤いガーベラは飽くなき挑戦とこういう花言葉を持っておりまして、このガーベラがあるだけで周りにいる人々の気持ちを明るくさせると、ぜひ日本の社会や日本の政治をみんなが笑顔で生きていけるようなものにしようということで、ガーベラ運動とガーベラレボリューションという言葉を掲げて連帯していきたいというふうに考えております。はい、フランスでは黄色いベストをまとって運動が展開されておりますが、日本ではそれに対抗してガーベラという花を掲げて運動できてしていけたらいいかなと、そのように思っております。年末年始大変お忙しいことだったと思いますけれども、大晦日私NHK あまり普段は見ないんですけれども、必要がある場合には見ることもありますが、紅白歌合戦が終わりまして、終わると、翌年来る年ということで除夜の鐘が鳴るということで新しい年を迎えるなと、こういう印象がございますけれども、今年はそういう中でこの除夜の鐘を感慨深く聞いた方がおられました。除夜の鐘、こんなところで聞くなんてゴーンということですね。ゴーンさんはですね、東京拘置所でこの除夜の鐘を聞かれたということでございますけれども、実は私は正真正銘の冤罪でこの東京拘置所で年末年始を迎えさせられたとこういう経験もございます。日本の司法刑事司法制度、人質司法なんていう言葉が使われて、そういったことについての批判もまた今生まれているわけでありますけれども、一方でゴーンさんのいろいろな具体的な事実を見ると、次から次に随分いろいろと出てくるなと、108つぐらいいろんな事案が出てくるんじゃないかと一つ一つその煩悩ということで、耳に収めたのかなというような気もしておりますけれども、2019年というのは、いろいろな変化が起きる年であります。今年5月1日に、元号が変わると、元号が変わるといろいろと経済的なコストもかかります。印刷物を変えたりしないといけない、特にですね、その平成とか昭和とか新しい今度元号ということになりますと、その年号を西暦に換算するときに、日本でも高齢化がどんどん進んでおりますので、もう換算もなかなかできなくなってくるんじゃないかなと、そういう換算ができないところにつけ込んで新しい詐欺が行われたりするんじゃないかなということも心配するわけでありますが、今年はこの元号が変わるということに加えまして、7月には参議院選挙が予定されております。通常国会は1月28日召集ではないかとこっちに見られておりますけれども、1月28日に通常国会が召集されますと、会期末が6月の27日ということになりまして、その後参議院選ということになるわけですけれども、今のところ
7月21日の日曜日に、投票日となる可能性がある。6月27日に、国会が閉会と、通常国会閉会ということになりますと、この日に衆議院を解散すると、7月21日は、衆参ダブル選挙、こういうこともあり得るわけです。安倍さんのことですから、また何をするか分かりませんので、日露の平和条約締結に関する提案とかですね、あるいは消費税をもう一回延期するというようなことも出てくるかもしれませんが、そういうことで選挙があるということで、さらに10月1日には消費税の税率が 8% から 10% に引き上げられることになっております。改元、参院選、そして消費税と、こういう組み合わせが大きなイベントとして予定されているというのが2019年ということでございます。実はこの同じ組み合わせが今から30年前にございました。1989年でありますけれども、平成という時代がスタートした年でありますが、この1989年に消費税が導入されました。そしてこの年に参議院選挙がありましたけれども、この改元、参院選、そして消費税、この1989年にもう一つ起きたのは内閣総辞職というものでございます。竹下内閣がこの消費税とともに去りぬと、風とともに去りぬなんて映画はとっても見応えがございますけれども、竹下さんは消費税とともに去りぬ。そして1997年、橋本内閣が消費税の税率を 3% から 5% に引き上げております。この時も消費税によりまして日本経済大きな混乱が広がりまして、1年ずれるわけですが、1998年参議院選で橋本内閣が大敗ということで、1年ずれましたけれども、橋本内閣も総辞職に追い込まれるということで、今年はぜひ皆様と力を合わせて安倍内閣を総辞職に持ち込もうと、こんなことも考えているところでございます。今日は消費増税は誰のため、消費税 10% ぶった切ると、こういうタイトルのお話でありますが、このタイトルをつけたのは私ではありません。安田先生がつけてくださったタイトル、誠にこう犯人金を着せぬ言葉で、いつも見習わせていただいているところでございますけれども、やっぱり、主権者である私たちがしっかり、物を申すと、おかしいことおかしい、声を上げて行動していきませんと世の中やはり変わらないと思います。そういうことで、非常におとなしい日本の人々なんですけれども、やはりおかしい時におかしいという声を上げて、そして横につながると、連帯の力で世の中を変えていかなければならないというふうに思います。お友達さんの資料を用意させていただいておりますので、この資料に沿ってお話をさせていただきます。目次とございますけれども、この消費税の問題について少し後半にいろいろと考えてみたいと思います。ブログでも今日の講演会について少し紹介をさせていただきましたが、消費税今回の増税がスタートしたのは実は2010年のことなんですね。2010年に鳩山政権が消えて菅直人政権というものが誕生しておりますけれども、この菅政権誕生とともに消費税率 10% という話が急浮上したと、こういう経緯がございます。この2009年といいますと、2009年の8月30日の総選挙で民主党が大勝しまして、鳩山内閣が誕生と、日本で初めて民衆が新しい政権を樹立した、そういう偉業の年であると、こういう言い方も私はできるというふうに思っておりますけれども、この2009年9月に発足しました鳩山政権は8ヶ月ほどで消滅をしてしまった。そこで、新たに政権を担ったのは菅直人さんという方でございますけれども、この鳩山政権の消滅、そして菅政権、さらにそれが野田政権とつながってまいりますけれども、その背後に一体何があったのかという問題と、この消費税の問題は不可分に結びついております。
消費税増税は誰のためなのかということであります。一言で言いますと、その裏側には米国という存在がございます。米国といってもアメリカに住んでいる人すべてを指すわけではなく、アメリカをさらに支配しているアメリカの支配者というものが存在するわけですが、最近の言葉で言いますと、グローバリズム、こんな言葉が使われておりますけれども、国境を越えて利益の追求をする多国籍企業、巨大資本、ハゲタカ資本などと呼ばれますけれども、こういう巨大資本が世界市場を統一して実権を握ろうとしている、そういう中で今 TPP とかですね、日曜 EPA とかいろんな動きが進んでおりますけれども、そういうグローバリズムという大きな流れの中で、この鳩山政権が潰された、その土俵一体でですね、日本の安全保障の問題であるとか、あるいはこの消費税の問題であるとか TPP の問題であるとか、こういう大きな枠組みで消費税の問題を捉え直すことも重要だというふうに私は思っております。消費税そのものが私たちの暮らしに深刻な影響を与えると、これは当然その問題として考える必要がありますけれども、それと合わせてその背後にある大きな背景ということも考えていく必要があると思っております。資料を開けていただきまして、最初のページになりますけれども、最初にちょっとこれは、現在のお勉強のような話になってしまいますけれども、財政というのは非常に重要なんですね。国会でいろんなものが審議されますけれども、通常国会、これが国会の主役になるわけですけど、通常国会で最も時間を割いて審議をする対象が予算です。年末に予算案を決めて、大体1月から3月この予算案を審議する。で、予算が成立しますと、その予算に関連したさまざまな法律を制定していくと、こういうことでありまして、予算というのは政治そのもの、民主主義そのものと、こういう言い方ができます。代表なくして課税なしという言葉があるんですけれども、イギリスで憲法の、国幹とも言われているマグナカルタ、この延長上で、アメリカがイギリスの植民地になり、この植民地であるアメリカがイギリス本国から課税を強制された。これに対してアメリカの植民地側が英国の議会に代表者を送っていないのに課税をされるのはおかしい、代表なくして課税なし、こういう反応をし、それの中でイギリスとこの植民地の間で戦争が勃発しました。この戦争に際しましては、イギリスのいわゆる東インド会社が運んだお茶ですね、お茶をボストンの港でこの植民地側の反対勢力が海に全部投げ込むと、このボストン茶会事件というのがございますけれども、これがトランプ大統領を生み出したいわゆるティーパーティーグループと、このティーパーティーという言葉の源泉になっているわけです。こんな話をしていると明日まで時間がかかってしまいますので割愛させていただきますけれども、そういうことで、もともとこの税を課す、課税に対してそれを認めるためには代表者が必要である、このいうことから民主主義が発展してきたと、こういう経緯がございます。で、国がやってることというのは結局予算を決めて、予算というのは何かというと国民から税金を徴収する、でその集めた税金をいろいろなものに使う、これがまさに財政なんですね。いろいろな役所がありますけれども、結局役所の仕事というのは予算によって決められて執行しておりますので、区役所とか市役所とかいろいろありますけれども、そこで使われるお金は全て予算という形で決まる、でその財源は税金です。足りない場合には国債を発行したりすることもありますけれども、こういうことで議会政治の中心に置かれているのがこの財政、それ以外に国権の最高機関である国会ではさまざま法律を決めます。法律を決めてそれによって国の成り立ちを決めていくと、この立法という機能がありますけれども、これと並ぶといわれるより大きな中心として予算の決定、予算の執行というのがあります。
で、それが財政ということですけれども、その財政に3つ機能があるというふうに言われております。1つは資源配分機能、ちょっと言葉が分かりにくいんですが、税金で集めたお金を何にどう使うのか、政府の役割ということがよく言われますけれども、民間では賄われない、しかし人々の生活にとってはどうしても必要なもの、例えば社会保障なんていうものは、民間では賄われないわけです。非常に良い、富裕者がいて、みんなにお金をあげようと、ツイッターでフォローしたら100万円ずつあげようなんて話もございますけれども、これツイッターフォローする人がそういう社会保障を給付する受給の資格を持っているということはありませんので、適正な行動は取られませんけれども、政府が行動して必要なものを作る、あるいは学校が必要な、役所が必要な、こういうことであります。2つ目に所得再分配機能というふうにありますけれども、経済を市場経済だけに委ねると格差拡大が際限なく広がると、片や億万長者が生まれる一方で、もう生活もできない困窮のために、死を迎えてしまう、そういう人々も生まれます。そこで特に20世紀に入りましてから、この国家が介入をして人々の生活を支えると、人は生まれながらにして、必要、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、これ生存権として認められたわけでありますが、その生存権を支えるということで、その所得の少ない人をしっかり支えるためにはお金が必要です。それを、力が余っている人、その人たちに少し負担をしてもらって、社会保障を整えていく、これを所得再分配、こういう機能があります。それから3つ目に、最近であまり重視されなくなってきた傾向はありますけれども、景気安定化と、不況の時には政府が、行動活動を起こして、景気を支えると、こういう機能があります。で、この3つの機能という中で、現在特に2001年に小泉政権がスタートしてから、改革路線なんてこと言われてきましたけれども、いわゆる弱肉強食と、市場原理に委ね、強いものはより強くなると、これをきれいな言い方をすると頑張った人が報われるなんていうふうに言ってますけれども、現実はそうではありません。本当に頑張って朝から夜まで汗水流して働いているのに年収が200万に届かないという方々たくさんいるわけです。その一方で、頑張ったというよりは何かうまいことをしたと、ちょっと政府に関わりを持ってですね、甘い蜜を吸うというような人が浮上していくと、そういうような傾向が強まる中で、格差の拡大というのが際限なく広がっているという意味で、この3つの財政の機能の中では、やはり所得再分配という機能をもう一回しっかり見直していく必要があるのではないかと。この結果におけるある程度の平等を図っていくために、財政の支出の面でもいろいろな対応が必要なんですけれども、もう一つこの財源を調達する面で税制というのがあります。この税制を活用してこの機能を発揮するようにしなければいけない。ところが今進んでいるのは、所得税の比率をどんどん下げて消費税の比率をどんどん上げています。このことによって実は今言いました格差の拡大というのは是正されるどころか逆に格差が広がるという方向に動いている。その現実を今日はじっくりと勉強してみたいと思っております。で、下に TPR という言葉を書いてるんですけれども、私は1985年から87年にかけて大蔵省で仕事をしておりました。で、この1985年に大蔵省が TPR というプロジェクトを始めたんです。これはタックスの PR ということで TPR と。で、もう一つ使われていた不調というかですね、暗号があります。それが KBK と、KGB みたいに怖いなという感じをするんですけれども、何かというと課税ベースの広い間接税の課税の K、ベースの B、間接税の K と、これを取って KBK と。まだ当時新しい税金の名前が決まっておりませんでしたので、暗号で KBK というふうに呼ばれておりまして、この KBK を入れるために、情報統制をすると
これがの TPR なんですね。で具体的に言いますと、政界、財界、学会3000人リストと、これ作りました。この TPR の事務局になりましたのが、私がおりました財政金融研究所研究部というところで、財政金融研究所の次長、実質的にこの次長がトップなんですけれども、後にまた出てまいりますが、一応 N 次長と、こういう名詞使わず N 次長というふうにしておきますけれども、この N 次長というのが、その後の日本のさまざまな、特に最近の民営化とかですね、こういう問題と密接に関わるキーパーソンの一人であるんです。でこの TPR というのが進みまして、財政金融研究所のが事務局になって3000人リストと、3000人で横に名前を羅列して、右が空欄が、マスがずっと並ぶんですけれども、もう電話帳というふうに私たち呼んでいたんですが、一番最下層のですね、鉄棒工働きをする人々がその事務局として、毎晩その電話帳の更新ということでほぼ徹夜の作業をしていたということですけれども、政界財界学会、3000人をリストアップして、その全員に大蔵省の職員が説得に行くと、こういう税をやるんでぜひ、承認して賛成してくださいと。で分かったということになればそこで丸がついて、その人は一応そこで終わるわけですけれども、なかなかこう抵抗する人がおりまして、そうすると、一旦そこで保留になると、1階級上の人が次にまた訪問するわけですね。でダメだったらまた1階級上ということ、最後はもう事務次官まで出るというようなことで、全員しらみつぶしに潰していくと、こういう作業をしておりました。そういう中で、私、その後の私なんかが対象になりますけれども、絶対言うこと聞かない人、こういったブラックリストというですね、リストに載せまして、TPR ウィークリーなんていうのを作ってですね、毎週週刊誌とかテレビとか、さまざまなところで誰がどういう発言をしたかと、こういうことを全部一つの冊子にまとめると、TPR ウィークリーなんていうのも作っておりました。で、そういう、いわば情報統制なんですけれども、さらにメディアの幹部を集めて会合を持つと、メディアの幹部を集めた時に築地にあります吉兆というですね、両手を使って、これは現在で言えば贈賄にあたるようなですね、こんなような対応もしていたものでありました。で私はですね、研究部というところにおりまして、この税制改革、売上税という案になるんですけれども、この売上税という税を入れると、ただしその時にはその増税と同じ金額の減税をやると、所得税や、投資などの減税を行うと。で増税額と減税額はとりあえず同じ額にすると、こういう提案だったんです。これレベニューニュートラル、税収的に中立と、増税分と減税分で、増減税なしということなんですけど、こういう税制改革を行った時に日本経済にどういう影響が出るのかという試算をしろと、これが私に与えられた課題でありました。で暴露計量経済のモデルを作って、これは日経ニーズというですね、当時はまだコンピューターも十分に発達しておりませんでしたので、日経ニーズというものを使ってモデルを作り、で分析をする。ただし与えられた課題というのは何かというと、そういう税制改革を行った時に個人消費、GDP 成長率、あるいは設備投資、輸出金、これが全てプラスになる試算をしろと、これが与えられた課題なんですね。ですからそのモデルをいろいろと操作して、モデルだったらいい加減なものですから、お好み通りの結論と出すことができるわけでありまして、そういう結論を捏造してそれを作り上げた。だそれを大蔵省が発表すると世間の信用がなかなか得られないので、これを経済企画庁から発表させると。当時大蔵省から経済企画庁に、今も名称変わっておりますけれども、出向している人がおりまして、経済企画庁の官房長とかですね、あるいは調整局長とか、あるいは調整局の中の財政金融課といわれる主要なポストがあるんですけれども、そのポストはほぼ全て大蔵省が握ってました。
経済企画庁に大蔵省から極秘文書という厳秘と反応された文書が渡ってですね、経済企画庁の中の会議の誘導をすると、その超厳秘という秘密のやり取りの冊子が一冊まるまる紛失したんですね。これを共産党が入手しまして、当時国会で質問して財政議員研究所大騒ぎになったことがありましたが、当時まだ共産党があまり力を持っておりませんでしたので、その後うやむやに終わってしまった、この経緯がございますが、いずれにしても財務省というのはそういう省です。最近の公文書の改ざんとか捏造は今に始まった話ではなくてですね、もう伝統的なものというふうに考えていただいていいと思いますけど、これが政府さん、結局経済企画庁から税制改革をやると全てにプラスになるという試算結果は公表されたわけでありますけれども、この、提案は結局、ボツになったということであります。で、売上税断念と PPR の継続というふうにありますけれども、中曽根首相なんですが、国会で選挙の前に投網をかけるような税は導入しないと、こういう発言をしたことが国会に取り上げられたということもありますが、売上税という構想が潰れた最大の要因になったのは、政策構想フォーラムというところが発表した試算でした。これは税制改革を行うと、所得階層別に誰にどのような影響が出るかと、で結論はですね、その中間所得者層以下の階層は、差し引き増税になる、こういう結論でありました。これが非常に大きく取り上げられまして、これでこの構想は潰れたと、選挙がありまして、自民党は大敗すると、土井貴子さんがですね、山が動いたというふうな発言をした選挙でありますけれども、でこの政策構想フォーラムの今申しました、調査結果、研究結果をまとめた下が本間正明さんというですね、大阪大学の先生であります。でこの絵の次長はですね、本間を取り込めと、こういう、そういうブラックリストに載るような人物がいる場合にどうするかいろんな対応があるんですが、とりあえずは一旦取り込めと、こういう対応になります。実はこの本間先生は、その直後に大蔵省財政金融研究所の特別研究官に招聘されまして、その後大蔵省内で出世を果たしていくわけですね。最終的には政府税制調査会の会長というところまで上り詰めました。ただ、会長になった直後に、原宿にあります公務員宿舎に何か愛人と一緒に暮らしているという話が表沙汰になりまして、2ヶ月で辞任に追い込まれるというようなことになったりでありますけれども、そういうことで、学者の先生方、特に財政関係の学者の先生方は大蔵省寄りのスタンスを取る方が多いんです。でこれは大蔵省と良好な関係を持ちますと大蔵省予算を握っておりますので、その大学の先生は大学での発言権を増します。大学の中で予算措置などでいろいろと便宜を図れるわけですね。その結果大学の中で地位が上がり、副学長になったり、あるいは学長になったりと、こういうことがありますので、明道なんて言いますか、筋を通す人でないと、財務省の意向に反するようなことを言い続ける人は非常に珍しいと、こういうことも言えるわけでございます。で1989年なんですけれども、で結局その85年の売上税が潰れて、その後財務省は TPR 活動を強化するという中で、さまざまな努力が行われた結果、1989年の竹下内閣が消費税を 3% 導入すると、こういうところにたどり着いたわけであります。でこの1989年の増税、先ほど申しましたように単純な増税ではなく減税などと組み合わせていくということでありましたから、増税ということではないんですけれども、ただこの1989年、先ほど申しましたように、参議院選挙がありまして、改選126と、当時参議院の定数は252、参議院というのは3年ごとに選挙がありますけれども、3年ごとに半分ずつ改選なんです。
ですから参議院議員になりますと6年できると。衆議院の場合にはいつ解散があるか分かりませんから、まあ、政治家になるのはなかなか大変で、参議院議員の場合は1回当選すれば6年は緑が保障されるということで、まあ、そういう身分の安定をしっかりと確保してという方は参議院議員を目指すということも多いわけですけれども、この1989年の参議院選挙では126の改選議席のうち自民党は36しか取れなかったと、野党が90で社会党45と、先ほどちょっと言い間違えましたけれども、土井貴子さんが山が動いたと、89年の選挙ですね、この89年の選挙ということで、この89年は昭和から平成に変わる、そして消費税が入る、そして参議院選挙がある、改元消費税参院選イコール竹下内閣総辞職ということで、2019年も似たような図式になってくるのかなというところであります。その後1996年に、橋本内閣が、消費税の増税の方針を決めます。で、私は実はこの1996、7年の消費税増税に反対をした旧先鋒でありました。まあ、96年の年初からその活動を展開し続けたわけでありますけれども、ただ橋本内閣はですね、1996年の6月25日に消費税の税率を 2% 上げるということを閣議で決定しました。で、この瞬間から実は株価の下落が始まったんですね。1996年6月26日に日経平均株価 22,666 円ということで、ここから株の下落が始まる。私は当時も、この金融市場に関するレポート、私今会員制のレポート金利為替株価特報というのを発行してるんですけれども、当時は金利為替株価週報ということでウィークリーで出しておりました。で、当時この橋本内閣がこの決定をしたので、これから株価は暴落すると書きました。666というのはオーメンみたいだと、まあ、666というのは西洋で最も不吉な数字の代表なんですね。マタイの目次録などにも出てまいります。オーメンというホラー映画をご存知の方いらっしゃるかと思いますけれども、まあ、バーコードなんかもこの666というのに使われている、まあ、不吉数の代表なんですが、まあ、こんなこともそのレポートに書いて株価暴落と。で、結局株価はですね、2年3ヶ月で1万円の大暴落と、1998年10月9日の1万2879円と、そこまで暴落した。で、この間に97年、消費税が増税されたのは97年4月ですけれども、この97年の11月に三洋証券の破綻、そして北海道拓殖銀行の破綻、で山地証券の破綻、98年に入りますと日本長期信用銀行の破綻、日本債券信用銀行の破綻、でまさに日本が金融恐慌に突入するとこんな状況でございます。この1997年に私は、まあ、当時バブルが崩壊して、まあ、だいぶ時間も経っていた頃なんですけれども、1996年はようやく日本経済浮上した年だったんです。バブル崩壊の長いトンネルの出来上がると浮上したと。ここであまり先を急いで大きな増税に進めば元も子もなくなると。特に不動産価格など暴落しておりましたから、金融機関の不良債権が実は巨大になっていると。ここで増税に進み景気が悪化し株が下落すれば、それがまた不良債権を拡大させて金融不安に火をつける、まあ、そういうことを申し上げておりました。で、1997年2月の NHK の日曜討論で、吉富さんというのはこれ当時、経済企画庁の経済研究所長、私も同じ番組に出て、まあ、日本の不良債権というのはもう100兆円規模で存在しているので、ここで無茶をすれば大変なことになると、まあ、そういう、まあ、非常に年は若かったんですけれども生意気なことを言っておりました。で、吉富さんは踏ん取り返ってですね、こうそんななんかふざけた話するんで話にならない、もう帰れみたいな感じで言っておりまして、
そんなこともございます。で、経済企画庁はですね、この中でありますように、消費税増税に対する懇談会というのを開いて、その反対派の人も含めて懇談会をやっておりました。で、私は消費税増税すれば消費が急激に悪化して大変なことになるということを言ってたんですけれども、実際に4月に消費税導入後、そういう展開になったんです。そういう展開になったら突然この懇親懇談会なくなってしまいまして、定期的に開くという話だったんですけれども、都合が悪くなるとですね、そういう懇談会までなくなるというような経緯があります。で、日本経済新聞はこの97年の年前半ですね、もう頻繁に一面トップで消費税の影響軽微という大キャンペーンを張ります。ところが実際に消費税導入で日本経済は転落し、そして金融恐慌に入っていくという展開になったということであります。で、2014年に安倍内閣が消費税の税率を5から8に上げました。で、この2014年も日本経済史全く同じことをやったんです。消費税増税の影響軽微、これ一面トップで多分3回ほどですね、キャンペーンを展開したと。ところが実際に消費税導入とともに日本経済は急激に悪化しました。実際の不況に突入してるんですね。ということで、これは私の提案なんですが、日本経済新聞は日本重大新聞というふうに名前を変えた方がいいんじゃないかと、こんなふうに言ってるわけでございます。で、右の上にグラフがありますけれども、これは日経平均株価、2011年までバブルが生まれるところからですね、そのサブプライム危機、2012年の11月にですね、野田さんと安倍さんの党首討論があって、ここで衆議院の解散ということが決まるんですけれども、そのあたりまでのグラフなんですけれども、バブル崩壊後株価暴落が実は4回あります。1回目はですね、まさにバブル崩壊ということなんです。で、このバブル崩壊、92年に1万4000円というところまで株が暴落し、その後いろいろ紆余曲折がありました。で、経済政策の対応が悪かったというふうに言っていいと思いますけれども、そういう中で結局はですね、その経済政策を発動したと。本当に日本経済が崩壊しそうになっているので、先ほど言いました財政の機能、景気安定化という言葉をしましたけれども、本当に不況に転落しそうな時には財政政策を発動する、こんな考え、時代遅れだなんて日本の学生随分言っておりましたが、2009年にいわゆるリーマンショックでアメリカが危機に陥った時に、これアメリカも、それで日本もそうなんですが、中国もそうです、巨大な財政政策発動しました。で、アメリカの学者もやはり財政政策は必要な場合があると言い始めたんです。そうすると日本の学者全員、今までそんな時代遅れだと言ってた人が、いや財政政策も必要な時があるなというふうにですね、言い方を変えたんです。というのが日本の経済学会のレベルとかいうと、これ YouTube でまた流れるといろいろと問題あるかもしれませんが、そういう状況でありました。ですから財政政策は時と場合によっては必要な場合もあります。で、この96年はそういう政策が功を奏して、ようやく日本が浮上を始めたんですね。で、ですからここはもう病み上がりの日本経済なので、ここは養生した方がいいと。そこで消費税をいきなり 2% 上げるというのは、病み上がりに寒中水泳とかですね、病み上がりにうさぎ跳び100回みたいな話だとかいうことを言っていたわけですが、結局増税に踏み切って、株価1万円の大暴落、そこで橋本さんが辞めて登場したのが小渕さん。小渕さんは政策を大転換します。その結果株は2万円を超えるところまで上昇したんですけれども、2000年の4月、突然小渕さん倒れてしまうんですね。倒れてしまって、森さんという人が出てまいりました。で、森さんというのは多分あまり何も考えてらっしゃらなかったと思いますけれども財務省の路線そのまま乗ってしまうと。結局財務省はやはり緊縮路線進んでましたの で、1年後に小泉さんが出てきて、改革なんかして成長なしなんて言ってですね、もう
退出すべきものは市場から退出させると、まあ、いうブレーキを踏み込んでいくという結果、ご覧の通り2000年から2003年にかけまして再び日本は金融恐慌に突入していくと。2003年にはりそな銀行という銀行の自己資本不足なんていうのが表面化したんですが、これも横道にそれると話戻れなくなりますので割愛しますけれども、小泉政権は退出すべき企業を市場から退出させるというふうに言ってましたので、りそな銀行みたいのは退出させるんだと、そういう方針だったんですが、最後は違うんです。最後は公的資金を2兆円入れてりそな銀行を救済してるんです。言ってた話と全然違うんですけれども、いろいろ調べてみるとこれも出来レースだったと。もともと大銀行を潰すといえば暴落しますよね。暴落して最後は銀行救済すれば大暴落しますよね。でこの時暴落した時に一手に買いに行ったのが外資系のファンドなんです。この人たちはですから裏情報、インサイダー情報を掴んで、日本の投資家も金融恐慌が来るんだったらこれもう紙くずになる前に売るしかないと言ったところを一手に買いに回ったと。なんで買えたかというと、政府が公的資金に救済することをあらかじめ知っていたということなんですね。私は、テレビの番組でこのりそな銀行について売買手口を証券取引等監視委員会は調査すべきだということを随分言いました。言ってブラックリストだと思うんですけれども、結局何も動かずにこの問題が闇に葬られたわけでありますけれども、結局それで公的資金救済したと株が上がっていったと。2007年以降はですね、これは日本初ではなくサブプライム危機、アメリカを震源地とする世界の金融の混乱が生じて4度目の暴落化と、こういう経緯になっているわけですけれども、97年の増税、それからここにありますが2014年の増税はいずれも日本経済に非常に大きな負荷を与えたと、こういうことが言えます。で財務省はそれにもかかわらず1997年の不況とか金融不安というのは消費税のためではないと、こういう公式見解にしているんです。そのために研究会を作って、私などは当然呼ばれてないんですけれども、そうではないと、アジアの金融危機が起きたとかですね、通貨の波乱が起きて別の理由にしてるんですけれども、ここにあるのはですね、これは家計調査が発表しております消費の消費支出指数です。この推移を見ると消費がどう動いたかというのははっきり分かるわけですけれども、ご覧の通り消費量を増税したところから消費指数は、上げ下げあるんですけれども、はっきりとトレンドとして下がっていったと。消費税によって消費が抑制されていったと。これによって不況に入っていくわけですね。これはもう明白です。今回消費税の税率が 10% ということになれば、その影響は激烈なものになります。消費税 10% でどういう意味かというと、消費をしたら懲罰を科すと、消費したら罰金 10% と。ですから消費税と呼ばずにこれ消費懲罰税というふうにですね呼んだ方が私はいいと思います。消費をするだけで 10% 取られてしまうわけですから、人々はどう考えるかと。もう1円でも消費を減らそうと、もう1円可能な限り消費をしない、日本中がそういう空気に包まれれば消費規模になるのは当たり前なんですよね。でそういうことが今起き始めている、そんなところに課税するよりも446兆円もある企業の内部留保、企業にたまりたまったお金があるので、これに課税をしたらどうか、こういう話があります。そうするとすぐ出てくる反論はですね、内部留保課税は二重課税だという反論なんです。というのは内部留保って何かというと、企業が利益を出します。でその利益から法人税がかかって課税後の利益というのが出てきます。この課税後の利益の処分の一つが内部留保なんです。課税後の利益を配当に回す、それからボーンさんの、役員の報酬に回す、で残った部分を内部留保と。
ですから内部留保に課税をすると一旦法人税で税金をかけたものにもう一回税金かかるから二重課税だと、こういう反論なんです。まあ、確かにそれは事実なんですけれども、でも消費税考えていただくとこっちも二重課税なんです。つまり働いた時に所得税払ってるんです。働いたところが所得税払って残ったのを可処分所得と言います。でこの可処分所得、税金を払った後の所得から消費するんです。その時にもう一回税金かけるのが二重課税ですから、内部留保が二重課税というんだったら消費税も二重課税ですから、こんなおかしいというふうに言うべきなんですね。で次のページ移らせていただきますけれども、まあ、この消費税、97年に 5% になり、その次に上がったのが2014年です。ただこの消費税を、上げるということについて、まあ、何が一番悪いかといったらですね、安倍さんというよりも野田さんと言った方が私は正しいと思っております。で、野田さんというのは民主党で3人目の総理ですね。鳩山さん、菅さん、野田さんということなんです。で、2009年に鳩山内閣というのが誕生しています。メディアは鳩山さんずっと叩いてますね。ですから皆様方もなんとなく鳩山さんが良くないんじゃないかと思い感じている方いらっしゃるかもしれませんが、それは反面情報誘導です。印象操作ですね。安倍さんが大好き印象操作、うん、メディアがいろんなところで鳩山さんが悪いと書きまくってです。あれだけ叩かれているということは鳩山さんが正しいことの証明です。本当に叩かれている人は大体正しいんです。私もそうなんですけどですから本当に叩かれている人見たら、あ、その人は本物かなというふうに、本当に悪い場合もたまにありますので気をつける必要がありますけれども、まあ、そういうあの逆の発想が大事だと思うんですね。でこの2009年鳩山政権が誕生しまして、この政権は徹底的に攻撃されているんです。2009年、8月30日の総選挙で民主党が大勝した。で鳩山政権が誕生しましたけれども、この政権が誕生する前から攻撃は始まっています。で2006年に民主党の代表に小沢さんが就任したところからずっと攻撃が続いているんです。で小沢さんを失脚させた後、まあ日本を支配する支配者は岡田さんを新しい代表にしようとしたんです。失敗して鳩山さんがなってしまったんですね。でなんとか政権交代を阻止しようとしましたが、失敗して政権交代を実現してしまった。ただそこで手を緩めないのがやっぱり敵も去るものというかですね、そこから総攻撃に入っていったと。でわずか8ヶ月で潰したということです。でこの鳩山さんは何を消費としたかというと3つあります。アメリカが支配する日本から抜けようと、それから官僚が支配する日本から抜けようと、それから大資本が支配する日本から抜けようと、その具体策としてまず1つは辺野古の問題、これを県外国外にしようと、それから官僚支配、この根絶のために天下りを根絶すると、こういう方針を出します。それから大資本が政治を支配するのを脱却するにはどうしたらいいか、結局お金なんです。企業献金が認められているので巨大な資金力を持つ企業によって政治が支配されてしまう。ですから企業献金を全面禁止にする、もう天地がひっくり返るような方針を出しているわけです。だから潰されたと、こういうふうに考えていくわけですが、特に財務省にとって、この献金が許すわけにもいかないと考えた理由はですね、消費税増税を封印すると、こういう方針を取ったことなんです。その結果、アメリカは普天間の問題で虎の尾を踏まれたと、そして財務省は消費税封印ですから、なんていうか巨大な敵を全員一遍に敵に回したようなあの側面もあったというふうに思います。で鳩山政権が目指したものというのは今申しましたけれども、この官僚のいわゆる官僚利権、官僚が支配する日本、そのやはり象徴というのは天下り利権です。この天下りを根絶すると、こういうことを掲げます。それから
企業が政治を支配するのを断つ企業権益の全面禁止、さらにアメリカに対してもしっかり物を言うと、こういうことを掲げて、さらに、検察、まあ、警察、検察、裁判所と、私はこの日本の制度は全近代というように思っておりますけれども、これも変えるということも出しました。そして経済全体の運営をこの弱肉強食という社会から共生という社会に変えようと、先日日本友愛協会65周年という式典があり、私も行ったんですけれども、65年前にこの友愛協会を作った時に、友愛とは愛である、愛の原理は利他である、こういう言葉を発して、それをずっと胸に刻んで活動してきた川出さんという常務の方が、常務理事の方が話されておりましたけれども、友愛というのは愛だと、愛というのは利他、利己でなく利他。今の日本はどういう社会かというと、三だけ主義と言われております。今だけ、金だけ、自分だけと、この3つ、三だけ主義と、これは東大の鈴木信弘さんなどが広められているんですけれども、私はもう三だけ主義を超えて三だけ教と言った方がいいんじゃないかなと、まあ、ボンさんなんか見てもそんな印象が非常にするわけですけれども、まあ、この社会を変えようということをずっと唱えていると。で、普天間の問題は私は失敗があったと思います。最後まで貫いた方が良かったと思います。これもあまり表になってないんですが、外務省が機密文書を波照間さんに渡して、でアメリカの運用基準でですね、沖縄からやっぱり出れないと、そういう結論を渡してるんです。で、やむなく波照間さん断念したんですが、実はその外務省が波照間さんに渡した機密文書は捏造されたものだったということが判明しています。まだ外務省は正式に認めていないんですけれども、まあ、これもいずれ明らかになると思いますけれども、まあ、今回国家はいつも嘘をつく、国民を欺く、旧のペテンという中にこれを、はい、これは入ってないんです。波照間さん、これちょっと書いてくれて言われておりましたので、次の本にはそれを書こうと思っております。で、右の上ですけれども、波照間内閣はですね、誰によって潰されたのかと、いうことを考えてみたいと思います。で、これは一番はっきりしているのはですね、2010年の2月にカート・キャンベルというですね、アメリカ国務省の次官補が来日しています。で、2月2日に国会内の幹事長室で小沢さんと会っているんです。で、翌日このカート・キャンベルがソウルに行きまして、キム・ソンファンというですね、大統領の首席秘書官の方と会談しています。で、その会談内容をカート・キャンベルがアメリカ本国に、報告していると。その報告内容が実は暴露されました。これウィキリークスが暴露したんですけれども、ここにありますように2010年2月3日ですね、ソウルでキャンベルとキム・ソンファンの会談があったと。その中で下にですね、両者は民主党と自民は全く異なるという認識で一致と、北朝鮮との交渉で民主党が米韓と協調する重要性も確認で、書いていますが、一番下ですね、キャンベル氏は岡田克也外相とカンナート財務省と直接話し合うことの重要性を指摘したと。何を意味しているかというと、とりあえず、波照間政権の2トップは小沢波照間なんです。小沢波照間が、日本の新しい景色を言っていた。で、アメリカはこの小沢波照間2人を相手とせず、もうカン・岡田ラインで話を進めると、こういうことを報告していると。2月3日ですね。で、この年の6月に政変が起きて、何が起きたかというと波照間内閣が崩壊で、菅総理大臣、岡田外相という新しいツートップができたと。だからもう2月にそういう方針をアメリカが決めていたということが伺われるわけであります。で、この波照間小沢ラインから菅岡田ラインの転換というふうになりますけれども、この小沢波照間ラインに対しては2006年の小沢さんが民主党代表に就任したところから攻撃がずっと続いてきて、波照間さん何をやられたかというと、
まあ、死んだ人から献金があったと、個人献金なんですね。これが問題になったと、まあ、国税が動いたわけですけれども、小沢さんの方は、皆さんもご存知かと思いますけれども、西松事件と陸残会事件と、2009年の3月3日、突然大久保孝則さんという秘書が逮捕されると、まあ、こんなことがありました。で、まあ、これも細かい点は省きますが、西松事件というのは、西松建設に関連して未来産業研究会と新政治問題研究会と2つの政治団体から政治家に献金があった。で、政治家はこの2つの団体からの献金として収支報告書を出しています。これも十何名います。ところがその十何名全員同じ事務所を利用した中で、小沢事務所だけが政治資金規正法違反として摘発されているんです。で、その時ウルマン官房副長官はこの問題自民党に波及しないなんて発言したわけですけれども、で、事実はどうかというと、未来産業研究会と新政治問題研究会からの献金を事実通りに報告しただけのことなんです。ですから犯罪でも全くないと、こういうものなんです。ただそれが何か世の中ではなんか小沢さんがとんでもない悪事を働いたかのように報道されています。で、2010年1月13日にこの西松事件の第2回公判があって、岡松明文というですね、西松建設の元取締役総務部長が証人として登場して、2つの政治団体には事務所もあるし、常駐の職員もいるし、実態があると証言しました。これでこの問題も決着しちゃったんです。つまり実態がある政治団体からの献金ですから、その名前を記載して何も問題がない。だからこれでもこの事件は終結するものだったんですが、これでは検察がメンツが立たないということで、2日後この陸残骸事件に踏み込んでいった。で、これもですね、細かい話はできませんが、2004年の10月に代金決済をして、2005年の1月に移転登記が完了した世田谷の不動産、この取得について小沢事務所は2005年の収支報告書に記載して報告しています。それを検察は2004年に代金を決済しているので、2004年の収支報告書に記載していないのは虚偽記載だと、こういう事件なんです。皆様おそらく事実ご存じないと思いますが、本当に取るに足らぬ話なんです。それを、事件として引き起こした。ただこれは商法学者がその後後半で証言しまして、移転登記完了が2005年の1月7日ですので、2005年の収支報告書に記載するのが適正であるという専門家意見を述べています。ということで、まあ、これ犯罪でも全くないわけでありますけれども、まあ、これも大事件とされた。で、次のページを移らせていただきますけれども、前この方は、村木敦子さんの厚生労働省のですね、局長の冤罪事件で、フロッピーディスクを改ざんしたとか言って、実刑判決受けて服役までしているんです。で、服役中に実は小沢事件の証人として証言台になっているんです。で、長くなりますので細かく言えませんけれども、結局検察はですね、その不動産を取得した4億円が裏金じゃないかという見立てを持って捜査したと。で、ものすごい力を注いで調べたけど、結局何一つ立件できなかった、こういう事案だということを、まあ、証言されているということで、とにかく小沢発表の潰しのために動いた。結局、まあ、小沢さんは最終的に無罪が立証されるわけでありますけれども、まあ、そういう事件です。で、下のページになりますのは、先ほどのそのウィキリクスの話に戻るんですけれども、ちょうど2010年の2月2日3日、このキャンベルが起きたと。これとこの陸残骸事件重なってるんです。同じ2010年1月15日に陸残骸事件の逮捕。石川智弘さんという衆議院議員が逮捕されてますけれども、この石川智弘さんが逮捕されて、2月1日に東京地検特捜部の取り調べを受けます。吉田副部長、吉田正樹副部長の取り調べを受けた際に、吉田副部長が次のように言ってる。何かというと、小沢さんは一応これから不起訴になるけれども、不起訴になると、検察審査会に申し立てがある。
検察審査会に申し立てがあると結局検察審査会が起訴相当という議決を2回出して小沢さんは強制起訴されると、こういう話を石川さんしてるんです。2月1日まだ小沢さんの不起訴も決定も出る前です。その時にこういう話をして、実際に小沢さんが不起訴になると直ちに市民団体が、検察審査会に審査を申し立てて、その年の4月27日と9月14日に検察審査会が起訴相当という議決をして、小沢さんは起訴されていく。ですからちょうどキャンベルが日本に来て日本の2トップを小沢鳩山から菅岡田に変えるといったところの裏側でこの陸山会事件で小沢さんを起訴する話が進み、でその時菅さんは何していたかというと、鳩山さんのこの苦しい姿を旗で、小太りじいさんではないんですけれども見ていたと。で、どう見ていたかというと、結局鳩山さんは財務省の虎ノ尾を踏み、アメリカの虎ノ尾を踏み、そして企業研究を切るということを踏んでやられていると、自分はその二の舞は演じないと、こういう判断を固めていたと思います。やっぱこの西松事件、陸山会事件と日本政治史上最も卑劣な人物破壊工作の一つだと思います。でそれはやはり何が原因かというと、日本の本当の成り立ちを根底から変えてしまいかねないリスク、先ほど言いましたアメリカが支配する日本、官僚が支配する日本、そして大企業が支配する日本を根底から変えるような具体策を出しているわけです。ですからこれはもう危険極まりない、それがこの人物破壊工作の主因というように思います。で同時に鳩山さんは、国税が動いている、これも国税の動き次第では刑事告発できるんです、刑事事件にしようと思えばできるというところでこう揺さぶりをかけてきたということであります。で私はですね、2010年に日本の独立という本を書きまして、日本というのは結局米官僚政殿というものに支配されている、アメリカ官僚そして大資本、その手先となっているというのが利権的な政治集団と、電話電波産業メディアです、でトップはどこかというと米国なんです。ピラミッドの絵がありますけれども、アメリカが上で支配し、下の正方形を官僚政殿と、まあ、こういう仕組みだと。でその殿を支配する上では NHK も重要なんですね。 NHK というのはもともと戦後民主化という動きがあったんですけど、これは潰されて結局政府の今支配下にあります。でこの NHK もやはり情報誘導の際には活用するということであります。でこの日本を変えるにはやっぱり私たちが変えなきゃいけないと、誰かが変えてくれるから自分たちで変えると。でここにある絵はですね、塩野七海さんという方のルネサンスとは何だったのかという本なんですが、まあ、塩野さんはルネサンスについて一言で言うと全てを疑うことというふうに書いています。それまで当たり前とされていたことをもう一回疑ってみると、私たちはいろいろ流されている情報を鵜呑みにします。でもそうではなくて、やっぱり自分の目で確かめる、で自分の頭で考える、そうすると全く違うものが見えてくる、これが世の中を変える原動力だということを言われているわけです。で次のページですけれども、米官僚に寝返った菅直人氏と書いておきますけれども、2010年6月8日に菅直人政権が発足しています。でこの政権発足直後、直ちに3つのことをやっています。一つはとにかく辺野古については、普天間の移設先は辺野古と、これを明確にしたと、まあ、アメリカには逆らいませんと、それからこの首相就任後10日後ですね、6月17日ですから、ここで突然消費税 10% 消費税率 10% を出した。ただもう一つ重要なことがありまして、尖閣諸島の問題について、尖閣に関する領有権問題は存在しないという閣議決定を政権発足の初日に行っているんです。
これも非常に実は重要な意味を持っています。渡辺幸三さんといいまして、渡辺幸三さんの密か渡辺恒雄さんという方で、この方もいわゆる悪名高い CSIS、これはマフィアではないんですけれども、麻生さんが2013年に CSIS に行って講演をした。で、日本の水道を全部民営化しますと言った。ただ、元民主党にいた長島さんも CSIS にいた。小泉進次郎さんも CSIS にいた。安倍さんがアメリカ行った時に CSIS で、講演をしている、リチャード・アーミテイズとかですね、マイケル・グリーンとかですね、こういう方々に連なる、まあ、ジャパンハンドラーズ、日本支配者たちの巣窟とされる CSIS ですけど、まあ、その渡辺恒雄さんというのはそこにもいたということでありますけれども、で、渡辺幸三さんはですね、もう菅政権が発足する前に、鳩山政権潰れたら菅政権になるだろうと、こんな発言もしているわけです。で、下のページに写真がありますけれども、2010年の9月に尖閣での漁船衝突事故となりました。で、これで日中関係が一気に悪化する。そして、いわゆる安保法制という話にその後事態が展開していくわけでありますけれども、アメリカがですね、日本のアメリカ離れを非常に警戒していたということがあります。で、まあ、ちょっとこれも簡単に話は済ませていただきますけれども、尖閣諸島の問題、ずっと揉めてきていますが、日本は中国と1972年に、国交正常化というのを実現しました。田中角栄がやった。で、アメリカのキッシンジャーは日本がですね、アメリカを飛び越えて先にやったということで、ジャップメというような言葉を述べたということが伝わっているわけですけれども、72年に国交回復があり、正常化があり、78年に日中平和友好条約というのが締結されています。この72年と78年に尖閣諸島の問題は議題になってるんです。なってるんですが、日本も中国も尖閣は自分のものと主張していた。で、これをやると決着つかないので棚上げしましょうと、こういう合意を形成したんです。この問題は今とにかくやらずにとりあえず先送りしましょうと、こういう決着をしています。で、これは右下にありますのは読売新聞の1979年5月31日の社説ですけれども、ここにですね、共同声明や条約上の文書にはなっていないが、政府対政府のれっきとした約束事であることは間違いないと。つまり日中の間ではこの尖閣問題についてですね、領有権は棚上げしたというのを読売新聞も認めてたんです。ところがなんか最近はですね、そういう領域問題存在しないって話になってるわけです。で、次のページを使わせていただきますけれども、で、この問題がもう一度蒸し返されて当初とは全く違う話に切り替わってきた背景にはですね、やっぱり鳩山政権の誕生があったと。で、鳩山政権は、駐留米軍の撤退必要性も見直すと、まあ、こういうところまで踏み込んでいくわけですね。で、アメリカはもともと日本に対してどういう考えを持っているかって、一番上にありますように、望むだけの軍隊を望む場所に望むだけの期間駐留させる権利、これがアメリカが最も重視している権利です。これを脅かす者は許さないという中で、日本が、まあ、特に鳩山政権になってですね、駐留米軍の存在の必要性まで見直すという動きになってきて、それを潰さなきゃいけない、まあ、こういうことがあります。で、先に言いましたよ、キャンベルが日本に来たっけ、前原さんも実は会ってるんですけれども、前原さんは小沢氏を信用するなと発言するとともに、年末の沖縄知事選で伊波洋一さんが選出されるリスクがあるということも話したというふうに伝えられています。で、その延長線上で尖閣の衝突事故が起きております。で、
この尖閣の問題について日中がどういう取り決めをしたかというと、日中漁業協定というのを結んで発行させています。でここにあるのは下の方なんですけれども、北緯27度以南は新たな規制措置を導入しない、現実的な自国の漁船を取り締まり、相手国漁船の問題は外交ルートでの注意喚起を行うと。ですから相手漁船がいた場合も屋外に誘導するだけと、こういう基準であることを定めていました。これ日中漁業協定、日中で決めた尖閣海域がここに入るわけです。ところがですね、ですから日中の国交正常化、日中平和友好条約で、日中漁業協定からすると尖閣海域に何かあってもトラブルにならないように漁船を外に誘導するだけと、こういう定めにあったのが実は変わるんですね。で、特に鳩山政権ができて、日本のアメリカ離れというのはかなり鮮明になる中で、これを許しておけないということで、これは尖閣の問題発生した後、石原さんがアメリカに行って、国有化なんて話が、東京都が買うという話が出てきます。でそれを乗り越えて動いたのは野田さんです。野田さんが日本国が買うということでですね、動いたということで、野田さんも明らかにこのアメリカの意向に沿って動いているということが浮かび上がってきます。で、この鳩山政権内閣の崩壊とともに、実は尖閣に対する対応が変わる。鳩山政権ちょうど末期なんです。2010年5月27日の知事会で、鳩山さんがですね、沖縄の負担軽減について知事に理解を求めるために開催。その中で石原都知事が、尖閣諸島で日中が武力衝突したら日米安全保障条約発動されるのかと質問して、鳩山首相は確認するアメリカ、日本と中国で議論して結論を出してほしいと考えていると理解している、こういう発言をしますが、その後いわゆる質問主意書というのが出されて、尖閣諸島の領有権問題について日本の政府の対応いかん、こういう質問が出されて、2010年の6月8日、鳩山内閣が発足したその日の閣議決定で、尖閣問題の、尖閣問題の領有権問題存在しないということを閣議決定しました。で、そうなるとですね、これちょっと先ほどのところに書いて、左下に書いてありますけれども、領有権問題があるので、日中漁業協定ですから相手国漁船は逮捕したりしないわけですけれども、領有権問題が存在しないという、こういう閣議決定をしたので国土交通省は方針変えるんです。尖閣海域の取り締まりを国内法基準に変えると、これをやったのが前原さんです。で、国土交通省の下で海上保安庁が尖閣海域にある中国漁船を拿捕に控えるような形で取り締まり、船長を逮捕するというようなことに踏み切った。ちょっとごちゃごちゃ言いましたけれども、もともと日中の取り決めごとに基づけばあの事件は起きてないんです。ところが2010年の6月8日に日本政府がこの日中漁業協定を否定する方針変更を行って取り締まり方法を変えたためにあの問題が発生したということで、その裏側には米国の強い意向があったということで、結局ですね、鳩山内閣というのはよく見ると鳩山内閣の中から潰されている。特にこの沖縄の問題で普天間の移設先を辺野古を県外、最低でも県外、国外県外にするというのを潰したのは岡田外務大臣、前原沖縄担当大臣、そして北沢防衛大臣、さらに平野官房長官というふうに言っていいかと思います。で、こういう中で菅さんがですね、2010年の4月にアメリカを訪問してるんですが、なぜかアーリントン墓地で喧嘩をしている、喧嘩してるんで取っ組み合いしたんじゃなくてですね、花を捧げたわけでありますけれども、これ何を意味しているかというと、菅さんはアメリカに忠誠を尽くしますということを宣誓しに来たと、こういうふうに見られております。下に写真がありますけれども、
この副総理がですね、アーリントン墓地に異例中の異例なんですね。そこを言って、鳩山さんが潰されると。で、ここから先は私がアメリカ様の言う通りにします、こういうことを宣誓した。そしてもう一人ですね、この消費税問題では見落とせないのは野田さんなんですけれども、2009年の選挙、ここで野田さんが消費税問題を非常に強くアピールします。で、2009年のこれは7月14日ですが、麻生政権に対する内閣不信任案が提出されて、それに対する賛成討論を野田さんは行っているんですけれども、この討論の中でいわゆる渡りの問題、渡りというのは公務員の天下りが繰り返されて高額報酬、こういうことをとうとうと喋っています。で、この渡りをなくしていくという国民の声に、まあ、答えない麻生政権は不信任に値する、こういう発言をしました。そして選挙は8月30日ですけれども、8月15日に大阪の街中で、野田さんは演説をしています。これは、野田佳彦の白蟻演説として非常に有名になったものです。実は2012年野田政権が消費税増税提案した時の通常国会始まる直前に、これは私がある方から教えていただいてこの動画を紹介したんです。たちまち、まあ、10万20万という再生回数になって、2012年の通常国会の冒頭でこの演説を多くの国会議員が代表質問で取り上げました。で、野田さんは何と言っていたのかというと、野田さんは演説うまいんです。結構なんか上手に話される、内容が悪いんですね逆の方が多分いいと思うんですけれども、で、この時はいいこと言ってるんです。非常にいいこと言ってるんです。で、この通りやれば良かったと思いますけれども、マニフェストというのはルールがあるんです。書いてあることは命がけで実行する、書いてないことはやらない、それがルールです。で、消費税 5% 分の皆さんの税金に天下り法人がぶら下がっている、シロアリがたかっているんです。シロアリを退治しないで消費税引き上げるんですか。消費税の税収が20兆になるならまたシロアリがたかるかもしれません。鳩山さんは4年間消費税を上げない、引き上げないと言ったらそこなんです。シロアリを退治して天下り法人をなくして天下りをなくす、そこから始めなければ消費税を引き上げる話はおかしいんです。非常にいいこと言ってるんですね。で、この野田さんがその後表現して、シロアリを一匹も退治しないまま消費税増税に突き進んでいったということなんですね。この間一体何があったかというと、先ほど言った、鳩山内閣潰しというのは、鳩山内閣は基本的にアメリカに行って潰されたと言っていいわけです。で、その様子を周りで見ていた小太りじいさんではなくて、ちょっと太ったじいさんなのか分かりませんけれども、様子を見て、やっぱりアメリカに逆らうとああなるというので、これはもうアメリカに従うしかない、財務省に逆らうとああなるんだ、まあ、財務省に従うしかないで、完全に寝返ったのが菅さんと野田さんと、こういうふうに言っていたと思います。で、2012年に野田さんが総理に、11年に総理になって、12年の通常国会に増税案を出してきた。税と社会保障一体改革、8月の10日に参議院で可決成立、6月に、衆議院なんですけれども、私は2010年8月6日の参議院における中央公聴会に公述人として出席をしております。白いスーツを着たの私なんですけれども、ここで消費税増税について反対意見を述べました。そして衆議院の採決にあたりましては、民主党国会議員全員に公開質問状を送って、消費税について賛成か反対かの、アンケート調査、公開質問も行いました。で、民主党はどういう対応を取ったかというとですね、6月、これは2010年ですけど、2010年の菅政権発足した直後に突然消費税増税が打ち上げられた。そしてその結果として2010年7月11日の参議院選挙で菅政権大敗なんです。改選議席121のうち民主党は44しか取れなかった。この2010年の参院選でもし民主党がしっかり勝利していれば、
ねじれは解消しているんです。衆参両院を民主党が握り、先ほど言いましたアメリカが支配する日本、官僚が支配する日本、大企業が支配する日本は刷新できたんです。ところが、まあ、敵の方が力が上だったというかですね、これがぶっ壊されて参院選で負けると、ここから民主党凋落の歴史というかですね、大転落に進んでいくわけです。でこの2010年7月の選挙で菅さん負けました。でもこの選挙の時に菅さんというのは選挙の戦力でない総理大臣になっていないので、国民から信任されていると言えないと、こういう意見あったんです。それに対して菅さん何を言ったかというと、この参議院選挙が菅内閣に対する信任投票だと言ったんですね。ところがその選挙で大敗、44議席しか取れなかったので、当然ここで退陣すべきだったということです。私はこの7月12日、11日ですけれども、次のページになりますけれども、菅さんが負けて、長渕剛の乾杯をですね、替え歌にして、乾杯という歌詞をですね、ブログとメルマガで発信しました。後でこの曲に合わせて歌っていただければと思いますけれども、まあ小沢さんを切ってですね、政権握って、そこで消費税出して大敗したということで、本来菅さんはここで退くべきだった。ただ退かずに9月14日の代表選にも出たんです。でこの代表選は菅さんと小沢さんの一騎打ちだったんですね。結果は、この選挙では小沢さん勝ってます、本当は。ところが不正選挙で菅さんの勝ちになったと私は推測しています。確定的な証拠はないんです、まだ。でその確定的な証拠を取ろうとしていろいろ出てきましたけれども、結局党員サポーター票をですね、茨城県の筑波学院局という郵便局にはがきで送ってるんですけれども、これはシークレットシール、何もないむき出しのはがきなんです。ここで選挙権者のかなり多数、小沢さんに入れた票が相当抹殺、抹消されたという疑いが私は濃厚だと思う。まあ、細かい説明を省きますけれども、でこの9月14日に小沢さんの2回目の起訴相当の決議があったとされていまして、強制起訴されるということで、菅政権がそのまま維持されたということ で下にありますけれども、まあ、結局ですね、その本当に日本を変えようという勢力は潰される。それが消費税の問題であり、沖縄の問題であり、企業の献金の問題であり、こういうことになります。で2010年、先ほど言いましたけれども、2012年、野田内閣の消費税の提案に対して私は公開質問状を送って、かなり多くの人が反対に回りました。で衆議院の議決では57人が反対、10名が棄権ということで、大きく造反が出たんです。ただ結局、決まってしまった。そこで本当に反対した人を中心に新党が作られた。これが国民の生活が第一という政党なんです。当時というと第三勢力です。民主党、自民党、そして第三極がこの国民の生活が第一で、この人たちが実は2009年の約束を守った人たちなんです。ですからここが一気に勢力を拡大するという恐れがありました。そこで何をしたかというと、徹底的にこの国民の生活が第一を潰すという動きがあったんですね。どうやってやったかというと、まだ弱小の10人ぐらいしか国会議員もいない維新という勢力を第三極、第三極と連日連夜報道し続けたんです。でこの維新の結党パーティーは大々的に報道されました。で国民の生活が第一も結党パーティーやって、実は維新のパーティーよりも集まった人多かったんです。だから報道ゼロです。この日に石原さんが突然都知事を辞任するというのを発表して、いわゆる電波ジャックでありませんけれど、まあ、それはこのパーティーに合わせて辞意を表明したわけです。でニュースを消した。そして12月2日にこれ未来の党と名前変わるんですけれども、この政党が選挙の公約を発表します。で各政党の公約を大きく報道してました。結局未来の党の公約発表は報道ゼロです。なぜかというと、この日に
笹子トンネルの天井が落ちてきたんですね。で、報道ゼロと。この笹子トンネルの天井が落ちて何が広がったかというと、自民党が国土強靭化とかですね、新しい政策を打ち出して、で安倍政権が勝利して誕生するんですけれども、私はこのトンネル事故は人為的な事故ではないかと思っております。まあ、そこも確証がないのでこれは推論でありますけれども、あまりにもできすぎたタイミングで、結局この日日曜でしたけれども、日曜の夜フジテレビの報道番組がありますが、1時間の番組時間すべてがトンネル事故です。でこの選挙の話はゼロだったということでございます。右上ですけど、米による量子化の系譜とありますが、まあ、戦後日本ですね、その戦後民主化ということでいろいろな改革が進みました。平和憲法制定するから財閥の解体とか、農地解放とか労働組合の結成とかいろいろありました。1945年から47年は本当の意味での民主化改革が進んだ時期です。ところがこの日本民主化というのは2年間で終わります。1947年にアメリカの外交方針が大きく変わる。アメリカの外交の基軸は冷戦への対応と、ソ連封じ込みに変わるわけです。それに連動して対日占領政策も大転換します。民主化から非民主化と、日本を反共の砦にするという方向に変わる。でこれに伴って民主化措置はほぼ終わってしまったと。でその非民主化の日本の任務を担ったのは吉田茂、吉田政権が、その体制を固めます。でその後それを引き継いだのが岸信介です。間に鳩山一郎とか石橋湛山というですね、アメリカの命令にそのまま従わない政権がありまして、これはアメリカにとっては、まあ、ある意味邪魔な存在だったと、まあ、こういう経緯があります。この経緯も細かくお話できませんけれども、今の憲法とアメリカの主張が噛み合わないというのは、そこに原因があります。戦後の日本の占領政策が民主化で進みましたが、2年後には方針が大転換してしまっていたと。ですから最初の方針に基づいて作った憲法なので、1947年以降のアメリカの意向とは合わないと、こういう側面があるわけです。で安倍政治の原点ですけれども、まあ、戦後の日本、アメリカはですね、戦犯容疑者を釈放していきます。アメリカの意に沿って動く人物を目星をつけて、その人たちを救い、そして釈放し、使っていったと、こういうように言っていいと思います。でその一人が岸信介さん。で岸さんはですね、その岸さんの恩師が岸さんに歌を送っています。二つなき命に回答しければ、一つに口に何こそあれ、何を言ったかというと、名誉を重んじてもう自決しなさいという歌なんです。それに対して岸さんはですね、何かえてこの戦の正しさを来世までも語り残さん、私は生きながらいて、この戦いの正しさを伝えていくと、ここは大義名分だと思いますが、結局アメリカは岸さんの命を救ったと。それに応えてきたアメリカのために生きていくということを決めた。その延長上に今の政治があると。今考えてみればですね、麻生さんと安倍さんのツートップですけれども、これも吉田さんと岸さんのツートップそのままなんですね。まあ、それが戦後の日本を象徴している。で、アメリカの意向に反する行動を取った人は、次々と潰されてきたと、こういう経緯があります。今経済政策の上で進められている言葉を代表するワシントンコンセンサスという言葉があります。これはワシントンに、アメリカの財務省から国務省もそうですけれども、ホワイトハウス、そして世界銀行 IMF と、こういう機関がありますけれども、このワシントン中心に、アメリカを支配する巨大資本が進める世界戦略、世界統一市場を作る、世界の中で利益を極大化させる、そのための経済政策上の戦略、具体的な柱は4つあります。ここにありますけれども、小さな政府、
やはり社会保障をやらないということです。それから規制をなくす、さらに民営化をする、あらゆるものを市場原理で仕切る、これが TPP であり日曜 EPA であり、日本で今行われている成長戦略というものなんですね。これを世界中に今広げようとしていると。その中で下から2番目ですけれども、アメリカの CIA の最大のミッションというのはですね、日本においてやっぱり本当にアメリカの支配から外れるような政権の誕生を潰すと、これが最大のミッション。そのためにどうしたらいいかというと、まあ、今自公が実権を持ってますけれども、もう一つ大きな勢力できた時に本当の改革勢力にはさせないと、まあ、第二自公ですね、自公に近い、本当の改革をしようとするには徹底的に潰す。でそのために目新しいなんか第三極みたいのを何度も作ろうとしている。一番最初はみんなの党でした。その後維新です。でだんだん色あせてきたので今度希望に変えたということで、この小池さんがその希望と、なんか反安倍連合を作るのかどうか見られました。結局は何か第二次項を作るような話になったんですが、まあ、この小池さんいつも緑色の服を着ていらっしゃるんですが、この緑色はいろんな緑にもいろんなマイケル・グリーンという緑だというふうに言われておりまして、いわゆるジャパンハンドラーズの衣装を身にまとっているんじゃないか。でグローバリズムとあります。これは、ヘレナ・ノーバーク・ホッジさんという方が幸せの経済学というですね、この DVD も作っておられますのでぜひご覧いただきたいと思いますけれども、まあ、東大の鈴木先生がこのホッジさんの主張をきれいに要約されています。結局ですね、多国籍企業はそれぞれの国の政府に向かって命令する。で選挙で物事は決めているように見えるけど、実際には選ばれた代表たちが大きな利金と利権によって動かされてコントロールされていると。多国籍企業というものが、メディアと地の大元を握って私たちを洗脳している。結局巨大な資本が全てを支配してしまっている、それが具体的にはワシントンコンセンサスであり、そういう政策の中にこの消費税というものも入ってくるわけです。でアベノミクスと言われますけれども、アベノミクスというのは、3本の毒矢政策のことなんですね。3本の矢といってもいろんな矢がありますけど、3本の毒矢、まあ、いうもので非常に危険なんですね。インフレなんかもこれは企業にとって有利ですが、庶民にとってはこんな害なるものはありません。財政政策は初めだけの財政出動というのが結局増税に突き進んでいる。で一番の核は成長戦略なんですけど、この成長戦略という時に誰の成長かが大事なんです。でこの成長というのは大企業の利益の成長なんです。ですから言い換えると庶民の不利益の成長なんですね。ですから庶民が、疲弊する分大企業が儲かる構造。大体安倍さんの言葉で主語がない場合が多いんですね。日本を取り戻すというとなんかいいように聞こえますが、あの主語は米国がだったんです。米国が日本を取り戻すということで、しっかりと米国が日本を取り戻してしまったということですけれども、まあ、そういうことで主語のない言葉には気をつけなきゃいけない。トリクルダウンなんて言われてましたけれども、上のグラスに継ぐとですね、上から溢れて下まで滴り落ちてくると。だから大企業の利益が増えれば庶民の所得も増えるなんて言ってました。こういうのは全く生じてません。グラスを進み注いでると上のグラスだけどんどん大きくなってるんですね。そこで全部吸い取ってしまうだけでなく、下のグラスにあったものまで吸い上げ始める。ですからこれトリクルダウンじゃなく庶民は取り尽くされてダウンというこれがあのトリクルダウンじゃなくこれ取り尽くされてダウンというものになっているんですね。で日本経済衰退させる3本の毒矢政策ということで、まさに弱肉強食が推進されて、結局年収200万の以下のワーキングパワーが1100万人突破、こういう中ではやっぱり将来に夢も希望もないと。
家庭を持って子どもを産んで育てるということもできない。日本の教育費の公的支出の水準というのは OECD GDP 比とも OECD も最下位に近いんですね。貧困率ももう OECD、まあ、特に一人親世帯の相対的貧困率ダントツ1位ですよ、まあ、いうような状況で大企業と超富裕層だけが超え続けているとこういう状態にあります。で日本経済なんですけれども、まあ、GDP 統計最近もまたマイナス成長というのが出ましたが下にグラフがありますけれども日本の経済成長率折れ線グラフにして表すとご覧の通りなんですね。民主党政権の経済成長率平均値プラス 1.7 です。第2次安倍内閣発足後の成長率平均値プラス 1.3 なんです。民主党時代っていうのは非常に暗い時代だったんです、東日本大震災もありましたし経済が超低迷していた、まあ、パッとしない時代だったんです。それよりももっと悪いというのが実は安倍内閣の実績、安倍のミックスは成功したなんてメディアが言うと鵜呑みにしてしまう方が多いんです。小池さんなんかはアベノミクスが経済が良くなったというのは事実かもしれないけれども実感がない、これが非常に癖物なんです。そうするとやっぱり事実なのかと思ってしまいがちなんです。そうじゃないです。アベノミクスがうまくいっているという実感がないのではなく事実がないんです。アベノミクス、まあ、ご覧の通り民主党政権時代でも全体像悪いんですね。で次の右上ですけれども鉱工業生産統計、鉱工業生産指数というのは景気の浮き沈みを一番正確に表します。でこれを見ますと2014年の1月から2016年の5月まで、まあ、不況と書いてありますけれども日本経済は景気後退に移行しています。2014年というと消費税を5から8に上げた年なんです。でここからですね2016年、まあ、円高が進行するんですけどここまで日本経済不況です。2年半。で2016年からは一応改善してるんですが安倍内閣はなんとこれ途中の不況をですね、消去してるんです。デビットっていうんですかね抹消しておりまして2012年の11月からずっと景気回復が続いてるという話にしています。これも嘘です。で何を言ってるかというと景気回復の期間はイザナギ景気を超えたと、期間によって言ってその後の史上最初になるかどうかなんて話をしています。で下にグラフがありますけどイザナギ景気というのは1965年から70年にかけての景気拡大ですが日本 GDP は7割増えています。今回仮に景気が続いたとしても増えて 7% です。一応高尾山とですね北米最高峰の金利と同じ比率で、高尾山登った人が、ね、ですねその北米最高峰登って俺も登ったとか俺のが上に行ったみたいな話をしてるということで今回の景気はもし名前つけるとするとイカサマ景気ということになります。でこの安倍内閣でですね安倍さんいつもいいとこしか言いません。安倍さんの言葉というのは広告代理店の言葉というふうに言われています。広告代理店というのはいいことしか言わないんです。悪いことは決して言わない。いいことで繰り返し繰り返しアピールする、そうすると聞いてる方がなんかいいものかな、だんだん印象操作されていきます。で確かにいい面はあるんですね、一番代表的な企業収益法人企業統計ベースの税引き前当期純利益という統計ですがリーマンショックの時からですね激増です。もう4倍以上になってます企業利益は。1年あたりの利益ですけど20兆から90兆と 4.5 倍ですね、ということで企業利益は激増ですから株価は上がります。ただ株価というのは上場企業のことなんですけれども日本で上場している会社というのは全部合わせて大体4000社です。日本の
法人の数は400万社、今どんどん減ってますけど400万社と言われてますので 0.1%、 0.1% の会社の成績を表したのが株価ですから、昔は株価が上がっているのに経済全体が良かったんです。で、経済全体と株価は同じだったんです。今は他が悪い分全部大企業が吸い取って、その株価が上がっている、株価が上がっていることは日本経済が良いということの証にはならない。そして企業の内部留保ですけれども446兆円ということで、企業の利益が内部に蓄えられていると。ここにこんな溜まっちゃってますから、ここにちょっと負担してもらうというのはあっていいんです。で、二重課税という批判が出たら、消費税だって二重課税というふうに反論すればいいということです。一方ですね、この安倍内閣のもとで生じているのは、庶民の生活。庶民にとって一番大事な経済統計は、実質賃金指数というものですね。これ、一人当たりの実質賃金。賃金というのは3つあるんです。本給。から時間外手当からボーナス、この本給と時間外とボーナス全部合わせたものを現金給与総額とこういうふうに言います。まあ、最近この数字もなんか改ざんされているという話が出ているのでまたこの統計見直しが必要かもしれないんですけれども、この全部含めた賃金から物価変動を取り除いたのを実質賃金指数として表してみると、ずっと下がってんです。民主党政権自体は横ばいです。唯一鳩山政権の時だけちょっと増えてんです。あとはずっと減り続けて、第二次安倍内閣が発足してから 5% も減りました。企業の利益は 4.5 倍です。庶民の所得は 5% 減少。つまり、で、経済全体は民主党政権よりも悪い。つまり、右下にちょっと予約してますが、安倍さんはワンパターンですよね。でもなんか有効求人倍率が上昇した、雇用が増えた、就職内定率が増えた、企業利益が増えた、株価が上昇した、外国人訪日客が増えた。外国人訪日客が増えたのは、円安の影響と、から観光に政府のお金ばらまいていると、これによるものなんですね。で、円安というのは日本の価値下がっていることですから、まあ、喜ぶべきことでもありません。ただ全体として言いますと、経済成長率は超低迷で、労働者の一人当たり賃金は 5% 減少と、雇用が増えたと言ってますけど、増えた雇用の 74% は非正規なんです。正規は 26%。日本の正規と非正規の比率は63対37ですから、少なくともこの比率でないと正規はどんどん下がる。ですから今正規はどんどん下がっているんです。で、一億総活躍と言ってますけれども、経済成長できないので、あとは働く人数を増やすしかないと。ですからもう女性も高齢者もみんな働きなさいと。これを一億総活躍と。言い方から一億総低賃金強制労働みたいな話になっている。ただその1億2000万人以上の日本人を1億と言っているのがミソでありまして、働ける年齢の人は働きなさいと。働けない年齢の人はどうするかというと、できるだけ社会保障を切って、できるだけ早くお亡くなりになってほしいこういう政策になっているんです。今社会保障は切って、で、働く年齢は働かせると。ただし全員低賃金の非正規労働、こういう一億総活躍を皆様方は賛成するのでしょうかという問題であります。ですから経済のパイが小さくなって労働の取り組みが減って、減ったこのパイを分ける人数が増えたと。ですから1人当たりの所得が大幅に減ってしまっていると。これがアベノミクス3本の毒矢政策による現状ということになるわけです。で、まあ、そういう中で安倍さんは時間があればゴルフと時間があったらゴルフといかにも下手そうなゴルフなんですけどで、今日もゴルフで、庶民に生かさず私はゴルフという状況で、この安倍さん2012年選挙の時にTPP 反対と、嘘をつかない TPP 断固反対、ぶれない日本を耕す自民党
TPP の交渉参加に反対。これ見たら、ポスター見た人みんな自民党は TPP 反対と思いますよね。で、選挙しました。で、3ヶ月も経たない2013年の3月15日、TPP 交渉への参加を正式表明ということで、これが本当の二枚舌。短いけど二枚舌と言っているわけです。で、消費税増税の延期ですけれども、2014年の11月18日の記者会見で、消費税増税延期しました。これ選挙対策でしたね。2014年に、総選挙やった。で、この時安倍さんはですね、そして18ヶ月後さらに延期するのではないかといった声があります。再び延期することはね、ここで皆さんにはっきりそう断言いたします。こう言っておりました。で、ところがですね、2016年6月1日ですけど、通常国会で終わりまして、そうした中で内需を腰を設定させない消費税率の引き上げは延期すべきである、そう判断いたしました。今回再延期するという私の判断は、これまでのお約束とは異なる新しい判断であります。これはやっぱり日本の子どもたちにですね、絶好の言葉をあげた、親から何か約束して、守れない時に、これは新しい判断であります。全部通ってしまう。さらに決算なら棒の目と呼んで真なくば立たずとか言って、ほとんど、ね、意味不明というかですね、その真なくば立たずの意味を、理解してないんじゃないかと。麻生さんにしてもですね、安倍さんにしても日本のリーダーというふうに言われているんですが、リーダーというと、L のリーダーじゃないんですよ。リードするじゃなくて R なんです。リーダー。官僚の用意した原稿を読むリーダー。でも、その原稿も読めないと。伝伝とかですね、なんか水を言うとかですね、セゴとかいうこと、まあ、それリーダー失格というふうに言われているわけでありますけれども、この消費税につきましては、消費税が導入されました1989年、日本の税収は 54.9 兆円です。2016年の税収は 55.5 兆円、下に表にして整理しておりますけれども、27年間見てみるとですね、結局まあ税収はほぼ同水準。ただし中身は激変なんです。所得税は 21.4から 17.6、3.8 の減少。法人税は 8.7 兆の減少。消費税だけが 13.9 兆円の増加と。つまりこの27年間に消費税大増税で上がったお金はどこに行ったかというと、全部法人税減税と所得税減税に行ってんです。で、皆様はおそらく、社会保障拡充のために消費税が必要とかですね、財政再建のために社会消費税必要というふうに聞かされておりますが、税収増えてないんですから、財政再建になってないんです。ただ税収増えてないんですから、社会保障拡充できるわけないんです。データが全部法人税減税と所得税減税に行ったと。そしてこの所得税というのは、累進税率、所得が増えるほど税負担率が上がると、こういう制度とされています。ですから、能力に応じた課税とこういうふうに言われるんですけれども、実際は違います。これは森信さんという方が出しているグラフなんですけれども、横軸に所得、縦軸に税負担率、所得のうちにどれだけ税金に持っていかれるか。所得1億円までは負担率上がるんです。1億円超えるとどんどん下がるんです。で、これ何かというと、利子配当所得、株式譲渡益所得の課税は 20% 分離課税が認められているので、この超お金持ちの所得がほとんど金融所得なんです。ですから超お金持ちになればなるほど税率はどんどん下がると。消費税増税するときに少なくともこれは見直しましょうという話だったんですが、これは温存されます。そのまま温存なんです。日本の税制は大企業と、そして超お金持ちのための税制、こういう仕組みになっています。で、法人税につきましては、
どんどん下がっていると、特に2012年以降ですね、法人税率はどんどん下がっています。しかし次のページですけれども、2007年に政府は、政府税制調査会がですね、抜本的な税制改革に向けた基本的な考え方という報告書を出しています。でこの中で我が国の法人実効税率は国際的に見て高い水準にあり引き下げるべきという議論があると。でこの問題を検討するにあたり当調査会は平成19年の税制改正に関する答申を踏まえ課税と合わせた実質的な税負担、社会保険料を含む負担の国際比較を行った。その結果ですね、課税面積や社会保険料を考慮した社会保険社会企業負担についてはモデル企業をベースとして試算において我が国の企業負担は現状では国際的に見て必ずしも高い水準にはないという結果も得たと。どういうことかというと日本の法人の負担は高くないです、結論なんです。これは法人税減税必要なし、これ政府の見解として公表しているんです。にもかかわらず政府は法人税減税どんどんやっているんです。で先ほど言ったように、まあ、この27年間で9兆円の減税と。で実際この時にですね、政府税制調査会の報告書では、まあ、日本の企業負担、アメリカの企業負担、アメリカ、イギリスよりやや高めなんです。ただしヨーロッパと比べるとかなり低い。ヨーロッパの場合社会保険料の負担が非常に大きいので、こういうことに日本で法人税率を下げる必要はないと結論出したのに下げてきた。でその理由は実は3つありまして、ちょっと書いてないと思いますが、一つはですね、やっぱり消費税増税に応援団が必要と。大企業に応援団になってもらうために、やっぱり利益供与ですね、こういう人。もう一つ、大企業はメディアのスポンサーなんです。ですから大企業を味方に入れるとメディアを通じて消費税増税推進してくれる。もう一つ、一番大きいのはこれなんですけど、実はまあ日本の企業、大企業の株主比率という大体3割がもう外国資本なんです。でこの外国資本が法人税下げろって言ってるんです。でアメリカです。ですからアメリカ、日本で法人税下げさせるためにはそれの身代わりが必要なので消費税上げろと。ですけど消費税上げろって2009年八山政権に潰されて菅政権が登場して野田政権で現在に至って消費税やってるのは背後にアメリカがいる。アメリカの資本が日本で税金払わないで済ませるには日本の庶民にこれ全部付け替えろと、こういう話になっているということで、まあ、日本経済も庶民はどんどん下流に押し流されて大企業だけが拡大しますね。1999年のサラリーマン川柳大賞の1位って何かご存知でしょうか。この年に実はゴーンさん日本に来た年なんです。コストダウン、あんたが一番コスト高というですね、こういう川柳なんですけども、まさに今日の状態を言い当てたかのような、状況です。でゴーンさんは2万人切って自分は100億円みたいなですね状況になっているということで、庶民に負担を押し付けて大資本で、富裕層というのは結局資本家ですから株主ですね、基本的に。でそこが超えていると。それからもう一つですね、日本政府が決め台詞でいつも言ってるのがあります。日本の政府の借金1000兆と。日本の GDP500 兆ですから借金1000兆というとGDP の2倍と。ギリシャが財政危機に陥りましたけど大体 170% ぐらいです。あのギリシャよりも日本はひどいと。明日はギリシャと。菅さんは財務省からそう言われてそれにもまんまと乗ってしまったというふうに伝えられておりますけれども、実際ですね、日本の政府の借金どれぐらいあるかは国民経済計算統計というのがあります。これ内閣府が発表してるんですけどちゃんと出てるんです。ご覧いただくと期末負債1285兆円。確かに1285兆。これは大変だと皆様思われると思いますが、政府が隠しているもう一つの数字があるんです。統計では隠しきれないんですけれども、資産って見てると1302兆あるんです。
借金は1285兆ですが、資産は1302兆あるので、18兆資産超過なんです。しかし5億円も借金あって大変なのってみんな大変だと思いますけど、でも定期預金も5億円だよねって言ったら全然大変じゃないわけですよね。政府が資産と負債一緒だったらこれ全く問題ありません。アメリカの連邦政府というのは、アメリカが発表している統計では2000兆円の債務超過です。借金が資産よりも2000兆円多いんです。日本は差し引いたプラスです。だから財政危機は真っ赤な嘘なんです。それもほとんどの方が騙されているということであります。でさらにひどいのは財務省ですね。財務省のホームページ見ていただくと、財政関係パンフレットって、まあ、印刷するパンフレットになるのを公表しているんです。でその中に日本政府のバランスシートって出しているんです。それがこの図です。これを見ると資産は672兆で、負債は1202兆、差し引き 548.9 兆円の債務超過と。これでも GDP 比 100% ですから、日本の借金大変だという話なんですが、実はこの数字には実物資産取り除いたんです。先ほどの実物資産取り除いたのとこれがほぼ一緒で、バランスシート見ると実物資産取り除くのはありえないんです。企業のバランスシートを見るときも、日本政府は広大な土地を持っています。広大な建造物も持っています。こういう全てのものが資産ですから、それを含めてバランスシートということで、まあ、財務省というのはここまで、まあ、これもですね、私が日本政府のバランスシートといっぱい言っているので出してきたものなんですけれども、出すときにそのまま出せないので金融の部分だけ取り出して出しているというものであります。で消費税の問題点ですけど、まずですね、消費税を上げれば景気が悪くなる、これは相当深刻なものになると思います。それから消費税を上げる前に山下り根絶と言ってました。これ何も行われていません。私はもう20年前から大蔵省、財務省の山下り、日銀、昔の東京証券取引所、日本政策投資銀行、国際協力銀行、日本政策金融公庫、横浜銀行、日本タバコ産業ですね、そして西日本シティ銀行、まずこの天下りやめるというところから始めるべきだと。官より始めようじゃなく、官より始めようですね。官がまずそれを切るところからやれと言って、小泉政権はちょっとこれやりかけたんですが、やっぱり抵抗が強くてやめました。安倍さんが最初に総理になる前に私は随分安倍さんとお会いしてたんですね。その時これも言って、第一次安倍内閣はこれちょっとやろうとしたんです。そしたら潰されました。そこで一切これを言わなくなった、まあ、こういう経緯があります。それから一番の問題はこの消費税がこの格差拡大をどんどん後押しすると。所得税の場合ですね、例えば夫婦子2人、高校生と大学生、親は一人だけ働いていると、こういう世帯の場合には340万ぐらいまでの所得の人、収入の人は税金ゼロです。無税、これ課税最低限というんですけれども、ですからその年収で340万のところまでは、もう単身世帯だともっとまた下がりますけれども、これに対して消費税は所得が100円の人も 8%、 所得がゼロの人も 8%、所得100億円の人も 8% ですから、高額所得者にはこんなに優しいものはありませんが、所得の少ない人にはもう生存権さえ奪われる、まあ、こういう制度になっております。で消費税のもう一つですね、構造的な欠陥は特に零細事業者、消費税増税の時に増税の価格に転嫁できないと何が起こるかというと、税金自腹切ることになります。本当は消費税というのは消費者が払う、消費者が負担するという建前になってますけれども、値上げができないと事業者の方には売上げに一定比率でですね、税金かかってくるので、もう所得もない赤字なのに税金をたくさん納めなきゃいけない。ですから零細事業者どんどん今消えてるんです。実はこの消費税どんどん上げてる狙いの一つに、日本から零細企業を消そうということがあるんです。
人民は2種類と、資本家と労働者と、資本家と労働者は2種類でいいと、この間の事業者いらないというような考えがあると。そして今進んでいるのはですね、そのグローバリズム、市場主義、市場権利主義というもので、強いものだけが生き残る社会と、そういう方向にまっすぐに進む。特に日本に出資してきている外国資本は、日本で法人税払いたくないと、法人税を減税しろと、ただ日本が成り立たなくなるので、それは全部庶民に付けを回せと、こういう話になっているということであります。で、消費税の税金は全部社会保障に充てるとかですね、この社会保障の税一体改革の時に、まあ、そういう話があって、なんか消費税があったのは全部社会保障に行くような話がある。これも実はまやかしです。社会保障の支出はですね、全部で120兆ありますけど、まあ、地方を含めてなんですが、国でいうと80兆から90兆なんですけれども、そのうちですね、その国の税金負担は33兆円あるんです。ですから国の支出で社会保障をやってる金額が33兆、消費税の税収17、8兆ですけれども、消費税の税収が33兆になるまでは、消費税で上がったのは全部社会保障に当ててますよと言い続けられるんです。ところが予算というのは全体で決めていくものですから、この税金はこの支出ということを基本的に取りません。予算の総計主義という考え方を取っているので、そういう考え取らないので、今言っているのは前貸しなんです。ですから安倍さんが突然消費税の部分なんか雇用金回すとか言っても、それが通ってしまうというのは、1対1で消費税の税収を全部社会保障に当てるということになってない。言えてるのは、国が33兆社会保障のお金を出しているので、消費税がこの金額に達するまでは消費税は全部社会保障に当てますよということができるという、これもあくまで言葉のトリックということになります。で、その利権勢力はですね、予算を作る中で何をしているかというと、プログラム支出を切って裁量支出を増やしているんです。プログラム支出って何かって、プログラムによって自動的に支出が決まるもの、これがまさに社会保障なんです。失業給付とかですね、医療費の給付とか、もう制度によって決まりますから、自動的に支出が決まる。これを財務省と利権政治家は徹底的に嫌うんです。どうしてかというと、これは票と金にならないんです。制度で自動的に決まりますから、まあ、ある意味国民の権利になります。ですから、これを徹底的に切って、裁量支出を増やす。これは政治家が何か口聞いてですね、ここに橋作ると、作ると事業者これとかですね、こういうことをやると、これは利権と票になります。役所の権限も裁量予算があるから増えるんです。で、鳩山政権の時にですね、子ども手当とか高校授業料無償化とか、法則無料化とか、農家の保障をばらまきというふうに批判してありました。これは全てプログラム支出だからなんです。これが本当の財政支出です。私はもう政府は余計なことしない方がいいと思います。大体余計なこと多いんです、世の中。その財政資金がかかっても、まあ、いろんなお祭りが、お祭りそのものは楽しいかもしれませんが、楽しければみんなでお金持ち寄ってやった方がいいと思います。本当に必要なもの、財政事情厳しいんであれば、社会保障をまず拡充する。あとは警察とか国防とかですね、まあ、国防って必要最低限のものですけれども、一番経費を低くして社会保障に集中させれば十分豊かな社会保障できるわけです。そういう提案をしたいと。で、日本で先ほど言いましたけれども、1人親世帯の相対的貧困率世界ダントツっていうですし、貧困率そのものでも基本的には高い、所得格差も非常に大きいという状況で、まさに庶民が生かさず、
まあ、死んだら困るね、この段というような状況になっています。で、政府のですね、支出、これは、一般会計、特別会計全体の合計なんですけれども、240兆ありまして、まあ、財政投資はこれは融資ですから一般の支出と違うんですけれども、社会保障関係費、まあ、これ90兆、この中に無駄がないとは言えませんが、まあ、これは社会保障として置いといて、国債費というのはこれリバイラルなのでこれは削れない、そうなると政策的な支出を行っている地方に渡している地方交付税19兆とその他という約30兆、合計大体50兆円という政策経費があります。この政策経費の中に巨大な無駄があるんです。この巨大な無駄を2割切れば1年あたりで10兆円という資金が出てきます。それから先ほど申しましたように法人税率をここまで下げる必要はないですから、法人税率をある程度元に戻す、外部留保に一定の課税をする、それから高額所得者の金融所得に対してこれを総合所得税化するという方策を取れば、消費税はなくてもやっていける。そして財政の支出を見直せば、社会保障を今より拡充することもできると、こういうように思います。で、最近、まあ、民営化という話がよく出てきますけれども、民営化というのはやっぱり言葉のマジックです。今やっているのは営利化です。みんなにとってどうしても必要だから非営利で公的にやっているものを営利事業にしようとしています。営利事業にすると企業の利益、役員報酬、内部留保、その分だけ余計にかかるわけですから、当然値段が上がるんです。で、事業が不透明だったらもっと市民が監視できる制度を作ればいいんです。で、設備が老朽化しているのであれば、これは公債を発行して設備を整えればいいんです。狭い自治体で水道事業が成り立たないのであれば、広域化して合わせて公債発行して、で、水道の施設を整備する。これは昔建設国債と赤字国債なんて言い方ありましたけれども、借金をしても見合いの資産がある場合にはこれ不健全な借金ではないんです。借金そのものが不健全だったら住宅ローンを組んで家建ててみんな不健全な人になっちゃうんですね。住宅ローンは不健全でないというのは借金があるけど見合いの資産があるからなんです。ですからこういうもの、水道なんかが必要であればですね、そうすればいいということですけれども、日本でこの民営化、先ほど言いました麻生さんがですね、CSIS で講演して全部民営化すると言っていた。そして規制改革会議で宮内さんという方が、やっておりました。この方のところに規制改革会議やってですね、半歩の宿が渡り損になったという話もありました。で、関西空港、これもオリックスですよね。から兵庫県の養父市の株式会社の農地取得、これもオリックスの子会社、コンセッションといっていろんな今公的機関の営利化というのが進んでいます。こういう方もいらっしゃいますけれども、リップルトンの時から出てきてですね、リソナ、漢方の宿、パソナ、神奈川県の家事代行サービスパソナが事業実施機関になっておりますし、まあ、清少納言というふうに言われてるそうですけれども今こんな悪だくみです。まあ、この三角形見るとなんか、ね、ブッシュ大統領が言っていた悪の数字みたいな感じもするわけですけれども、まあ、この下の写真と上の写真、まあ、そっくりだなと思ってここに掲載させていただきましたけれども、こういうことで日本が政治が私物化され、日本の格差拡大が進み、そして消費税が増税されようとしていますが、消費税増税は必要ありませんし、消費税を廃止してみんなが生きていける社会にすべきだというふうに思っております。ちょっと時間が長くなってしまいまして大変申し訳ありませんが、私からのお話を以上にさせていただきます。どうも成長ありがとうございました。今日に至るまでの、何でしょう、政治と経済の闇のといいますか、根深さをすごく感じながら拝聴いたしました。ありがとうございます。内容が盛りだくさんでしたので、この時間になってしまいましたが、あと15分くらいございますので、質疑応答なく。ただ、輸出企業の消費税がありますよね。それになんか補助金
輸出補助金みたいなのが返ってくるっていう話を聞いて、でそれはデマだっていう話も出てくるし、どっちの方が正確なのかと。だからなんだろう、トヨタとか森口とかそういう大きい輸出企業のある町の、消費税は赤字になると、その輸出補助金のせいで。ただそれ結局還付金だから不公平はないんだとか、そういう話も出てるんですけど、どっちが正しいのかというのが素人目線では分からないので、植草先生の解釈を伺いましたということになります。財源絡みで、GAFA という Amazon とか Google とか、あそこら辺巨大企業は巨大な利益を上げているにもかかわらず税金を払ってない。これは日本だけじゃなくて全世界同じようなことのようですけども、ここに対する課税をするっていう動きが国としてやろうとしてるのかしてないのか、そこら辺をちょっと分かる範囲で教えていただきたいと思います。輸出戻し金の話で、何年か前にどなたかの著書かなんかでそのリストみたいなの見させてもらって、その額の多い順からで、1位がトヨタで、なんかパナソニックとかソニーとかいろいろあったんですけど、なんか トヨタが確か何千数千億円とかっていう、でそのなんかデータがあまりちょっと出回ってない形で、そういう話ももしなんか最新のそういう、どのぐらいの企業がどのぐらいもらってるのかっていうと、もし数字がもしあれば多分で私なんかもソニーとかパナソニックの人に話をしても、なんか全然そういうものをもらってるって実感がないみたいで、それが知られると多分消費税に対する認識っていうのがみんなかなり変わると思うんですね。なのでちょっとそこをもう少しなんか詳しいデータというか出していただければありがたいなと思ってるんですけど、その辺についてお願いします。あります。2つだけです。先生の、こちらの、最後のページの、この一般会計特別会計の使用経費ベスト準拠というのがあります。私はこれを見ていつも大蔵省が出す数字だと思ったんですね。でこれはトリックだと思っているのは、これはほら皆さん社会保障が一番品質でかいでしょう、だから社会保障を削りましょうみたいな言い方をされるかなと思ったんですね。でそれで先生の言い方をすると、いやこれはプログラム支出だから削りません、でも防衛費はちっちゃくてもお差し掛けだからダメなんですという論破は大丈夫でしょうかというのをお伺いしたいです。特にこれって社会保障削れっていう定番だから今聞きました。であと先生、これこの資料をなんか皆さんにダウンロードして使わせていただければと思います。お願いします。以上です。以上で4名さんで、ね、はい、ではお答えをお願いいたします。大変細かく重要な点をご質問いただいたと思います。まず大西さんと梅津さんから共通してご質問がありましたが、輸出にかかる消費税のカップの問題ですけれども、消費税というのは基本的に国内に居住する人の消費にかかる課税というものですから、輸出をする場合にはその最終的な取得者が国内居住者ではありませんので、課税の対象にならない。だからその流通段階で、製品を製造するまでの過程で消費税がそこに載ってますので、輸出した段階でそれを一応還付するとこういう建前になっていますけれども、ただその具体的には消費税の税率が上がった時に、その例えば大企業が1次下請け、2次下請け、3次下請けがあってですね、それぞれその下請けの企業が税率を全部乗せて価格転嫁ができていないわけですね。そうすると、その分を価格転嫁できていないにもかかわらず最終段階の、最終メーカーだけがですね、全部それを税金分丸取りしてしまうということですから、そういう問題点がありますし、金額的にもこれは兆円単位になっているというふうに見られておりまして、問題が多いとですから、大企業にとっては特に輸出製造業にとっては極めて有利な制度だという指摘がずっとあります。先ほどのご指摘は
多分、富岡幸男先生の著作ではないかと私は思いますけれども、法人税と消費税について私と同じような観点で分析をされて、著書も出されておりまして、特に大企業の場合、金融関係の企業は、不動産問題の処理などがあって巨大な業務純益を出しながら、法人税の負担がほとんどゼロになっているようなことも個別固有名詞を出して列挙されておりますので、ちょっと私ももう一度その文献確認する必要ありますけれども、その中に輸出の戻し税に関する個別のデータも掲載されているのではないかなと思います。ちょっとそこは確認してみたいと思います。ただ、先ほどご指摘になりましたように、輸出製造業に対して非常に大きな実質的な補助金的なものになってしまっているのではないかという指摘があるということはその通りだと思います。それから GAFA などの巨大企業の税負担なんですけれども、結局税制において一番難しいのは税源の国外流出というかですね、今パナマ文書などでもいろいろ問題になってますけれども、資金を外に逃がしてしまって課税を免れる。でその場合に違法行為であれば脱税としても摘発できますけれども、違法とは言えないような場合にその取り締まりが難しい。ですから国際的な協調をするとか、あるいは国際的に、これもかつてから その税制の国際協調という論議はずっとあるんですけれども、逆にタックスヘイブンなどとして存立の基盤を持とうとしているような国とか地域においては、その税制における優遇というのがいろいろなものをマネーフローを取り入れるですね、厳選になっているので、それを国際的に禁止するということも非常に難しいというところが大きな問題で、特に多国籍企業の場合には国際間の資金のやり取りを巧妙にするとですね、課税を免れてしまうという問題があるので、日本で例えば法人税率を上げても日本から企業はどんどん本社を海外に移してしまうんではないかと、こういう批判もあって、そこは大きな課題ではあると思います。ただ最終的には海外投資も含めて日本から海外に資金が流れる際に、その資金量に応じて資金為替取引税というようなことになるかと思いますけれども、資金量に一定の税率を課して課税をするというようなことによって、その税源の漏出というのを防ぐということは可能かなと思います。それから最後のページの一般会計と特別会計の主要経費別純計で、社会保障関係費として、この金額が大きいですから、意図としてはやっぱりこの社会保障を切らないと財政再建できませんよという意味合いを持っているというご指摘はその通りかもしれません。ただ日本の場合には今急激な人口高齢化が進んでおりますが、社会保障支出の中心というのはやっぱり年金と医療費と介護、この3つが中心なんですけれども、基本的にはその年齢の高い層に対する支出が中心なんですね。ですから現行制度を維持するだけでも人口構成の変化によって自然増というのが出てくるので、社会保障支出というのは拡大圧力があります。で小泉政権以降ですね、安倍政権もそうですけれども、実際に金額は増えますけれども、現行制度で例えば1兆円増えるところを、それを増加を9000億に抑えるところですね、8000億に抑える。この支出削減を行うと、その意味は保障内容の劣化ということになります。保障内容を少し切り下げる。ですから年金支給開始年齢を上げるとかですね、給付金額を下げる。こういうことが続いているので、社会保障関係費というのが大きいけれども切りにくい。逆に言えば切るべきでない支出だと思います。で、それ以外の先ほど言いました地方交付税を含めた50兆円というのはいわゆる政策支出なので、防衛関係費もか
かつて GDP 比 1% としていたのが、今やトランプさん来るたびになんかファンとの顔とかですね、勝手に約束してどんどん支出が膨らんで、そういうことを維持するために韓国と中国との関係悪化をこう積極的に宣伝するような風潮が非常に強いんですが、今回やっぱり平和外交を確立して防衛費そのものを減らすというのが取るべき道だと思いますね。かつその防衛費以外にもさまざまな支出がやっぱり結局どういうことになっているかというと、役所の天下り機関が関与するような支出のところが増えるんですね。観光事業って観光費といっても結局天下り機関がパンフレットを作って、そのパンフレットに財政資金が入るとかですね、全国どこの観光地って無駄なパンフレット山のように存在してますけど、それにどれだけですね税金が入っているのかとか、各地のお祭りがいろいろ行われてもこれにどんだけ税金入っているのかとか、もう各地でなんかマラソン合戦みたいなことやってます、これもどれだけお金かかっているとかですね、そんなの全部なくてもいいんですよ本当は。だから日本の道路は道路の脇の植栽なんかきれいになんかカットしてですね、お花なんか植えてますけれども、お花なんかきれいなんで事実ですけれども、別にお花なくてもいいわけです道路にですね。そういうことを含めてそういう利権支出の山なんです。だからその50兆のところこそ少なくとも2割は切れるということではないかなと思います。水道メーカーの他に都市法を配置しましたよね。それからあと漁業権をこれ売却するんですね。あと森林伐採して、これもアメリカ業者のために、これは安倍さん右翼って言われてますけど、よく考えると右翼はないですよね。売国屋ですからね。これおかしいと思うんですけど、やっぱりこれは安倍さんが自分の方針のために行うんでしょうか。それから先生、もう一点、記憶ですが、2016年の3月時点で、私の記憶です。間違ったらごめんなさい。トヨタは消費税を1083億還付です。日産が、確か890億ぐらい還付です。と記憶してます。それから先生の書いた本、今日買ってきました。森永卓郎さんが今日の、日刊現在で絶賛しております。以上です。ですね、まさに今お話がありましたように、その安倍政治というのは何かというと、安倍さんの個人的な思考というかいうもので、戦争ごっこが好きとかですね、なんか軍服着るのが好きとか、そういう意味での右翼チックな側面があるのかもしれませんけれども、政策全体も完全に台北連続なんです。アメリカに従うと。これはもう岸さんの宿命を背負って現代に来ているので、アメリカに従うと。ですから安倍チェンジがやっているのは結局アービテージナイレポートで書いてあることをそのままやっているような話ですので、それはじゃあアメリカは何を求めているかというと、アメリカを支援している巨大資本の利益を極大化すること。それから軍事面でやはり日本というものを望むだけの軍隊ですよね、望むだけの場所に望むだけの期間を置き続ける権利を維持する、こういうアメリカの要求をそのまま飲んでいるということですから、まさにおっしゃる通り売国政治という言わざるを得ないと思いますが、売国政治というとちょっとトゲトゲしいので、これを堤美香さんは日本が売られるというとかなり上品な感じになって大ベストセラーで、堤美香さんがですね、政府はいつも嘘をつくという本を出されて、私の今回の本、国家いつも嘘をつくであまりにも似ているのでちょっと問題ではないかと私が思いまして出版社に言ったんですけれども、やっぱりどうしてもこのタイトルにしたいということで、堤さんにお会いに行きまして、こういうタイトルの本を出しますけれども、よろしいでしょうかということで、よりしをいただいてこの本を出させていただきました。で、日本が売られるという非常に素晴らしい本なので、たくさん売れてますが、この本も大変面白い本ですので、堤さんの本には
ちょっと足元にも及びませんけれども、ぜひ多くの人に読んでいただきたいと思っております。で、この中にあの日航ジャンボ機123便の嘘というのも書いてますが、これも、まあ、知ってる人は知ってるんですが、ミッコ初めてこのことを知って、ある国会議員の方も読んで衝撃を受けたというふうに言われておりましたけれども、本当にいろんな嘘で国民が騙されてしまっていると。で特に、まあ、これは安田先生もずっと言われている、まあ、食の安全とかですね、この TPP に関連して食の安全の問題もそうですし、日本の農業もそうですし、それから漁業もそうですし、で種子法が廃止されて、さらにこの種苗法の改正というのも、もう日程に上りつつあって、基本的に農家の自家採取を原則禁止というような方向で動きが出ておりますが、これが食料および植物遺伝、食料植物遺伝資源条約というような日本がを批准してますので、農家の自家採取権というのは保障されてるんですね。まあ、そういうことに抵触するという反論もあります。それも山田先生中心にですね、また意見訴訟の会で訴訟を起こすという動きもありますので、そちらの原告にもどなたでもなれますので参加していただければと思います。で、まあ、いろいろとお話しさせていただきましたけれども、日本の主権者である私たちが、事実をよく知って行動しないと変わりませんけれども、今年は本当に選挙決戦の年になるので、みんながつながれるように大きな運動をできたらいいなと。でこれはもう安田先生の提案でもあるんですが、やっぱり今までの運動はなんか反対反対でちょっと暗いイメージがあったので、新しい運動はみんなが明るくなれると、愛夢希望の市民政権という旗を掲げているんですが、その象徴としてガーベラの花をみんなで掲げてガーベラ運動を展開したいと思っておりますので、ぜひ3月2日1時半に日本教育会館ですので、ぜひお運びいただければと思います。どうもありがとうございました。貴重なお話をたくさん伺えたと思います。今日のお話をお家に帰ってご家族やお友達とぜひシェアしてください。ぜひ本当に今日はどうもありがとうございました。